ほら、行くぜ。そーりゃー。全然ぽいぽいの喧嘩ラジオゼット。はい、ありがとうございます。おはようございます。晴れてました<あ>声。はい、晴れてましたよ。いや、もう。昨日、隣の人と廊下ですれ違えて挨拶したばっかなんですよ、僕は。ああ、じゃあ、逆に。<laughs> やりやすいんじゃないですか。お互いの顔も知れて。なんかボブマーリーの T シャツ着てましたね。<laughs> あ、じゃあじゃあレゲエ好きでいいじゃん。なんか猫、ね、パンチくんが着てたような。あーあのわ、ー、かるからピコーの T シャツとかだったあの柄ですね。あのなか、はいか <laughs> あの今日も T シャでね,ね。異次元みたいな柄のやつですね。はい。四次元か四次元みたいな。ね、まあ。 もう声張るのはここでここまでにしてあとちょっと細々とやっていきたいと思います、はい、今日もね。まあまあ顔を見、まあ、ま,あまあ顔を見えたほうがね、やりやすいじゃないですか。はいね、さあ、結、え、果、ー、ラジット、はい、第157回でございますね。157を。157、157、えー、ピッチャーの球としては相当速いですね。そうっすね、<laughs> えっと、誰あのも、ー、もっとおもっととオリックスの。はい 山口投手が確かデ,デビューしてすぐさま157<あ>確か投げてえ、当時最速やったんちゃうかなあ,あれはあのクルーンやったっけ球だけ速い。コントロールだっけど球だけ速い人いましたよ。あれ161ですね。確か。早いなぁ。でも言うたら大谷君が今162とか投げるでしょあ、大谷君そっか。そんな強いんか。大谷君まずむちゃくちゃ 5, 5速球ですよ。あれ球位もありますからね。 <laughs> あめいね、命中もすごいじゃないですか、大谷君、打てるしうん、だから二刀流、すごいんですよ、歴史に、ね、残す、ケツ、いや、でもそんな言うほどでかい、やっぱノモ、そうやっぱノモですねそですそこ、そこまでいくと、やっぱノモ、まあの,の,のケツはね、もう僕が計測したところによるとね、あの業務用のね、ゴミ箱2個,<測> 2> 2個分ですからね、いや、むっちゃでかいで、はいえ、業務用の、あの業務用のゴミ箱2個分っすね。 あのバイトまで使う70リッターのやつでしょう、多たぶん、そう,そうです、そうですあのカンカンとかまとめてするやつですね。<laughs> あれ、2個分です。<laughs> どうもさんですかはい。すごいっすね。あでも、かつてね、僕のね、あの,バイ,あのバイトしてたあの古書専門店でね、ははい、はい、はい、あの高いところにの棚のね、本って、あのキャタツのって入れるんですね。うん、そうっすね、ああいうところ、ねうん、こう エスカレーター下ってきたときね、キャタツにね、うん、スタッフが2人乗ってて、1人乗りのキャタツに。お危ない危ない。いえ、ちょっと、危ない危ない、いないないそう、1人用やねんが2人乗って潰れたら<い>どないすんねんと思って用見て、用見たらさ、1人しか乗ってなかった。<laughs> どういうことかっていうと、その女性スタッフ、<laughs> 1>, 1人で2人分のケツのでかさって。<laughs> <laughs> だこれ俺、唯一のもと戦えるケツやなと思ったとき。<laughs> <laughs> それはもう嘘ですやん。え、M さん、M さん、M さんってあの、一つ、一つ間だったんですけど、M さん。それは見間違えへんやん。違う。違う。違う。それはもう、ダメそれは。何がえへん違う違それは見間違えへんやん。わかるや いやエスじゃ、エスカレーターで俺、そ,その、前、えっと、言うたら、3階の更衣室があって、そこからエスカレーター下って1、1>, 1階に行かなあかんねんけど、はいはい、そう、あそこね、エスカレーター降りて、ちょっとまだその、よし、働くぞの気合いも入ってない状態で、パッって、1回ついて、顔を上げたタイミングで目の前にいたもんだからね。はいはい、目の前の鼻に。はい、もうだからもう、すごいね。<laughs> ずっとぼあの僕、僕芸人してるの知ってるから、ずっと僕にね、あの、進撃の巨人のネタ指っでずっと言ってきてるんで。ん <laughs> やねん、それ。M さん、今、進撃の巨人、むちゃくちゃ人気あるから、ネタしたら絶対ウケるから。お、小野さんやって、お野さん早くやってってずっと言われてて。<laughs> うん、進撃の巨人やれって言われて。<laughs> でも、そういう人は進撃の巨人並みのケツしてたから。<laughs> いや、もうそう。人 <laughs> 妻まあ、人妻ですからね。むちゃくちゃいい人でしたよ、<の>ほんまに。じゃあ見たことある人かもね、もしかしたら、ね。いや、多分ない。夜とかおらん、あの、 あああいいたまに入れ替わったぐらいで、基本はそう昼働いてた人やからね。そうか。うん。いつもね、バンダナつけてんねん。<laughs> <laughs> あのえラ、ラルフ、ラルフバリのバンダナつけてんねん <laughs> <の> <laughs>。キングオブフ,ファイターズのラ,ラルフバリのバンダナつけて仕事してるから、ねええ、誰も注意せえへんから。アメリカの走り屋みたいな感じでいいじゃん。そうそうそう。ね。M さん、女性です。さん、はいお。覚えておきます。 はい。いや、もうお会いすることもないです。<laughs> はい。はい。はい。すいません。はい。さあ、今日もね、も<う>まあ、はい、まあこのご時世ということでね。まあそうなんですよ。もう皆さんやっぱ、おののね、妹、<laughs> まあ僕はもう、思いっきり、家ってさっき言ったんでね。そうそうそう。あとはね、またね、えー、先週同様ね、えー、太郎さんとね、ギャルさんでね、切たくましてくださいよ、こっからは。ね。じゃあ、僕<は>太郎さん、今日はどちらから 最近気になってるワードで気になりすぎて言ったんですけど、<う>あのー、最近は東京クールさんとご一緒する機会がね、ちょこちょこあるようになりまして、いつも東京クールさんがやる、テレビとかでもやってると思うんですけど、あの、うん、箱根彫刻の森美術館っていうのが気になって、<laughs> ちょっと<ょ><ょ>そちらにやってきましたさい。ちょそんなさ、なさはい。<laughs> <laughs> 彫刻の森美術館しょっちゅう聞いてますか <laughs> なんかやって、やってるじゃないですかね。やってないんですかね。 昨日聞いたでしょ太郎さん。昨日聞きましたけど、最近一緒になって気になってるじゃなくて、昨日一緒になったんでしょ昨日聞いて、箱根彫刻の美術館が分からんすぎて。うん、分からんけど面白い。分からんけど。ネタの中では三回ぐらいしたからね。はい。で、今そこ来たら、ちゃんとあのあの形のなんかありました、なんかオブジェみたいな。はいはい、あの独特なね、あの組体操してるようなやつね。あそこどう時間潰すねん言うてたけど、確かになんか森の中になんかあって、すごいですね、これ。 彫刻のの森美術館それ有名なのいや僕は聞いたことないでもなんかすごい PL の塔的なちょっと変わったオブジェが多いっすね PL の塔的なちょっとなんかなんていうのちょっと怖いじゃないけどなんか独創的なあ今調べてくれて <laughs> 見てくれてんの あ、今いるんで、あ、これ、いや、今いるんで調べてるといや、太郎さん、んずっと変な方向向いてるから、さっきから。か<や>見てくれてるんですかオブジェ、オブジェ見てたんですよ。はい、いますかだって、無表情でしたよ、はい。すごい、すごい広いです。あ、まあまあ、彫刻の森っていう、まあ、森ですからね。あ、ほんま、森の中にある感じですね。それでちょっと、芸術というか、あ、すごい、こういう、なんか、あの、<laughs> さん、どこ見てるんですか <laughs> 大丈夫ですかす あの、スですの、あれみたいなのもあります。最後のエクスですみたいな。あの、あの、でかすぎて、あの、パーティーの一番上にかぶってるやつね。それもあります。はい。い、あ、面白いですね。ここ。ちょっとみんな行ってみてください。箱根ってことは何県でしたっけ大分、違うわ。神奈川になるんじゃないですかね、多分。箱根駅伝って神奈川なんや。そうです、はい。箱根は神奈川。えもうなんかむちゃくちゃ北のイメージがあったな。 神奈川県、そうっすね。ちょっとまあでも、神奈川でも田舎の方やと思います。うーん。今日はちょっとそちらからはいお送りしますんで、はい。まあまあ、あの美を高めてください。そうです、<お>僕美、美的センスがゼロなんで。いや、分かってます。ああ、そうですか。はい。それは本当に分かってます。<laughs> はい。<laughs> だからちょっとここでね。で最近ね、<は>柄物の服さん着,着るようになったから。あ、そうです、はい。柄物の服とか。 ああいうのちょっとね、その美的センス、あれで高めていきましょうよ。そうですね。昨日も夜中3時ぐらいまで、あの、チェック古着で調べてずーっと見てたんです <laughs> あ。あ、チェック好きな、チェック好きなね。まあ、古着といえばチェック、その、うん。その、やっぱなんか、チェック古着で、なんつうか、ね。まあ、古着行きたいっすね。僕、助けないっすよ。<えっ><笑><笑> 太郎さんの楽するやつ僕も助けないって決めたんで。<laughs> 古着行きたいっすよね。僕はそれ、いや太郎さん、古着、古着言うてますけど、つっていっ来るの待ってる顔じゃないですか、はい、太郎さん、それ。はい。はい、もう大丈夫です。<laughs> えこ,こ <laughs> 殺すの殺します。<laughs> あなた肉片にしますんで、今日中に。<laughs> はい、はい。日会にしますんで。すいません、はい、じゃあちょっと箱根の森。 帰りに古着寄ってみよういいじゃないですか。箱根の古着っていうのを見てみてね。はい。はい。あ、でも、ハードオフとかよ、俺が行くいや、ハードオフ行くんや。あ、パソコン売ってるとこ。あ、あ、あハードオフはパソコンの方か。盲導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 盲モードオフ行ってください。なんで箱根美術館行った後パソコン買うのたおかしいやろ。秋葉原行けそんなんもあるんですね。うん、ありますあります。はい。すいません。私、こちらから、お願いします。ギャルさん、ギャルさん、どちらからですか 英国の宿場帝国はい、帝国。帝国、帝国軍の帝国えっと、ゲーム。かきくけのけ、帝国。あ、帝国、あの、谷の方ね。はい。帝国の宿場。あ、でもなんかあれやな。まあ、なんか悪い感じはせえへんな。森に近いね、それこそ。今日は我々森ですよ、森。滝があったりするのかな か滝はないっすね。ない渓谷の宿場 <laughs> それな、なんか。え、ちょっと待って。風雷の試練はい。おそんなあった <laughs> 一番最初っすよね。はい、一番最初っす。トゥーデューデューデュー。<laughs> <laughs> ああああトゥーデューデューデュトゥューデ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 ュ 一番最初そこから始まるんです。むちゃくちゃいいとこ行ってるやん。いいね、まあ、後に、後に滝も目指し出すけどね。はいはいはい。うん、ってことは、ギャルさん、今日、今日中にじゃあ、テーブルマウンテン攻略ということで大丈夫ですか <laughs> そうですね、おにぎり持っていこうかな。ああいい、ね、いいね。じゃあ、えー、非剣、えー、おにぎり。合剣万事かぶらを手に入れて、そこから、非剣かぶら席までちょっと鍛えちゃいますか。はい、いいんじゃないですかええー。風来の試練、こじ、こじき。 え、ていいいい、いい意味の古事記やんな、フライの試練って。まあまあ。違う古事記や、トレジャーハンターよ。もっといいふうに言えよ。コジマル、コジマル。こジマるってねやねん。その古事記の人ちょっと柔らかく読んだらコジマってこと柔らかく読むことないねん。それは別にほら、言えるやん。ラジオでコジマル。違う。甘やかしたらあかんねんで古コジの人たちは、実は。別に。 甘やかしてるとかだから、古事記でいいと思ってまうねん。あ、そういうことなんですかね。あれ、職業とか言う人も、昔の本ではさ、昔の書物では職業になってたからさ。ああ<ー>。うん、古事記っていうのは。で、で、それを言い出すと、あ、じゃあ俺らも働いてるからな、になるから。<laughs> あかんよ。<laughs> あの、ジョ、ジョーブログの YouTube 見てて、うん。あの、亀田大輝にドッキリ仕掛けるってやつあって。あ、見、見た見た、あの。見ました。あの、なんか、いかついやつが。あ、え、大輝友輝と。 まあ、いろんな人にやってるか。そうやね。大器の方か、のれが見た。なんか、あの、ヤクザみたいなが、喧嘩してくるみたいなけど、うん。してる、してる、あれ。それに抑圧されて、横の小直が大喧嘩始めて、大器が、あの、ジョーさん、あれもつった。いや、すいません、映さないでください。あれは知らないです。<laughs> 横の小期が大喧嘩始めて、<laughs> めちゃくちゃかった。<laughs> これに西なりっつって。<laughs> じゃあ,あれ、ほんまさ、あの、知り合いとか、その、仕掛け人とか言って、簡単に終わらしてるやん、うん、毎回。うん。 むっちゃやばない出てる人だって。いやあれ、あれ、あの、揺れずみ全開でさ。あれ普、あれ普通の人違うね。絶対に。日頃何してるかとか、ちゃんと説明せな、あれ。ね。あのほんま、ほんまもの可能性あるやん。<ど>てか、もう引退した人とか普。普通のテレビとかドッキリになったいかつい人が、すいません、ドッキリでするとか言るのに、あの。 あの仕掛け人がさ、いや、ドッキリですわとか言うやん、なんか家めっちょっとビビってたんじゃーんとか言うやろ。そう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 。めっちゃおもろいよだって、あの、朝倉みくるさんのね、みくるチャンネルでは、そのドッキリのいかつい人らさ、ちゃんと俳優で、事務所所属してるとかやってるやん。悪徳紹介みたいな、そういうあの人そうそうそう。いや、あの、ジブログのやつは、ほんまもんやもんな。あれ、出ん昔、ほんまに犯罪したような人ら、全員。 ほんで、もしかしたら、今も在籍してる人かもしれんから。いや、もしかしたらな。あこのつながりちょっと怖いもんな。あれでも面白いですね。その、情報ブログの YouTube を見てるんですけど。トモキの回面白かったね。トモキのも見ました、はい。あと、ああの、普通にちゃんとビビってもんな。いや、もう、無理無理無理。俺無理やねん、こういうのみたいな。そうやね。なんかちょっとあの、ワンパンでいけんのに、そう。怖い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 、ずっと言ってるやつが。ね。あれ、もちゃくちゃ好感持てたわ。 西成の話振られても、いやー、俺もう小で東京行ったんで、実はあんまないんすよって言ってもおもろかった<あ> <laughs> そうそうあれ、お父さんが西成にあって、あの人らは別にすぐどっか行ってんねんな、ちっちゃい頃に。そう,そうそうそう。まあもちろんお父さんのばチャンネルも死ぬほどおもろいけどね。お父さんのおもろいな。最高ってやつね。<laughs> 最高な。あり、いいですねす。あの娘がタトゥー入れたっていうドッキリでお父さんが。 嘘や言えって言うだけだとおもろいで。<laughs> <laughs> 嘘やって言え嘘やろ嘘やろって <laughs>。めっちゃおいから。<laughs> かい,いねんな。なんかな。<laughs> うん、お父さん。い,いい人だよね。あいい人よ、いい人よ。その、やっぱ、育ちがああいうだけでああいう喋り方やけど、やっぱ結局、ね。そうそう、そうだよね。い,いい人なんですよもし俺らがさ、血だらけで助けてくださいって言ったら絶対助けてくれるよ。そうよね。助けてくれるでしょうね。ね。そういう感じの。ね。はい。 はい。ということでございましてね。皆さん、はい、今日はね、精一杯行きましょう。精一杯行きましょう。はい。はい。さあ、何かありましたはい。あの、この前、あの、街を歩いてまして、家の近所、家の近所でもないけど、もうちょっと栄えてる方行ってたら。マローさんは街歩くんやな。いや、結構、まあ、それは歩きますけど、<ー>その、ノーマスクで、おじい、うん、おじいさんですごい、 なんていうか、もうちょっとヒゲも白い、仙人みたいなおじいさんが、はい,はいはいはい。もうなんか大声で、うん、終了終了って言ってるんですよ、まあ。はい、もうみんな終わりはい、終了ですからって言って、もうみんな、あ、やばい人やばい人おるってみんなちょっと避けてたんですよ。マスクもしていいんですよ。おおうわー怖と思って、もう一人で終了終了って言ってな、なんか道路の方行くんですよね。まあ、怖い怖い怖い。うんあ。怖い。でもちょっとそういうのって、うんはい ついていかないいかんやなんかこう、なんか。なんなんそれ、ついていかなあかんやんいや、この人、なんなんやろうと思って、家とか、単純にその、興味がわいて、興味が湧いて、ちょっと、マスク支援から近づきたくはないけど、ちょっとついてって、で、ほら、なんか、週末予言じゃないけど、そういう世界が終わる前にそういう人が出るとか言うやん、なんか、ちょっとそういう電波を食らった人が、なんか、何かを感じ取って言うみたいな、の。まあはい。 ありますね私、そんな好きですよ。はい。あなた好きですよ。電波系の人でそれを感じ取ったんかなと思って、うん、終了、終了ってずーっと言ってて、ほ、うんで、警察の人らも来て、ちょっと、お父さん、お父さん、お父さんってこんな、昼間やし、やめてやめてって言ったら、はい、終了、俺に触るな、終了ってって、うわーって人集まってきて、うわーって人がいっぱい集まった時に、最後、そのおっちゃんが、 はい、もう二度とギャンブルやりませんっつって、むっちゃギャンブル負けた人でした。<laughs> <laughs> はい、二度とギャンブルやりませんで財布バーン投げて、<laughs> お父さんお父さんって、クソギャンブル負けた人でした。太郎さん、今それ、笑い話で言ってるじゃないですか。あ、はい。 僕でもそのおじさんの気持ち分からんでもないああ、そうなんですか。<laughs> うん、ゃギャンブルやる,やる人からしたら笑い話じゃないむっちゃ負けたときはそこ行きたいなるわ。そこまで行きたい。財布中に投げてましたよ、財布。もうしんどいギャンブル。ブルいや,いや,い,やいや、余裕で捨てれるもん、ほんまに。<laughs> むっちゃ負けたとき。でもむっちゃ負けたときに限って、なんか分からんけど、<laughs> <あ>コンビニとかで3000とか使うからな。<laughs> 残りの金で使って、合流しようとかなるからな。なんか酒とかなんか持ってた、酒とか。 つまみみたいな持ってたかもなかそう、あの、イの日,頃日頃買えへんものとか買っちゃうね、負けたときって。<laughs> うん、<laughs> あこれじゃああるあるなんですね、じゃあ、実はあるあるかもしれない。<laughs> こっちサイドのあるあるかもしれない。お父さん、財布投げないって言われとったよ、警察に <laughs> お父さん、お父さん、財布投げないって。<laughs> <laughs> あ、やっぱそう、スパーンってなるんやん、めっちゃ負けた。いや、当たり前や、だって金がなくなるんだから。<laughs> し室内で金がなくなるんだから <laughs>、うん、ありえないよそんなよっぽど負けたあもうだから全部使ったんかなもう借りてきた金とかもまあどうなんやろうな人によるともういやまあ俺,俺が、えっと、昔か過去に1三万十4万1万負けたんかな1日うん <laughs> その時は俺笑ってたけど最後 <laughs>、うん、あれもうないやんって言ったもん俺大きい声で <laughs> かっこいいうん そうかほんで帰り天むすかって帰ったからな日頃食わへん天 <laughs> <laughs> むすって天むすは俺らほら初めて名古屋の謎の営業行った時に天むすに悪口つけて帰ってもらったあ僕がもうあれ寄ってたのも <laughs> 寄ってたのもあるけどね天 <laughs> <か>むすむすよとじゃなくてあの,あの時手羽先やったんかななんかなんか食うてな名古屋駅であの,あのデパ地下行ってね、うん、あのお酒飲んだ後に行って <laughs> であの うんこ、うんこの味するっつってな。そうそうそう、そじゃあ、むっちゃまずかっ,たってんな。なんかいや,いや、マジいや、でまずかっ,たってよこれは。むちゃくちゃ冷たい、なんか、手羽先壊されてんな、そこれは,は批判批判とかじゃなく、普通にまずかってよ。なんでこん、いや、絶対出来たてあったのにと思って、なんか、端に置いてた <laughs> 冷えのやつな、冷蔵庫ね。冷た <laughs> 冷たってなってな。多分、俺らが関西人で大声で喋ってたからか分からんけどな。分かかったやろな、きっとな。<laughs> うんこなそじゃんけっ,って帰ってもう時効でしょう。芸歴確か2年目とかですよね。<laughs> 2年目とかもう10年も10年以上前やからもう。はい。時効です。はい。あ、でも天武さんうまかった。天武さんうまかったか。そうか天武さんうまかったです。はい。いやまあそう、だからギャンブル。まあそう、じゃあその人もじゃあめちゃくちゃ負けたんですね。負けたです。仕方あるまい。<laughs> うん。気持ちよくんだってくれ。あ、あと、あ、もう一個いいですかすぐ終わるんですけど。いいよ。 阿佐ヶ谷に、うんうん、前ちょっと阿佐ヶ谷行ってた阿佐ヶ谷にオ、オーシャンっていうパチンコ屋があって。ああ、知ってます、知ってます。あのー、<え>商店街の入り口のね。そうそうそう。うん、その目の前にもう一個パチンコ屋があるんですよ。うん、あそう、あるんや、こうそのもうすぐう、裏、裏なんかな裏側にあって。はいはいはい。扉上してそう、なんか行き来できるぐらい興味あるんですけど、うん。一人おっさんがもう、あーって頭かきながら何往復もしてたけど、あれ何してたんでしょうね。<laughs> パーって、オーシャン入って、5分ぐらいしたら、うん、あーって出てきて、うん、もう1個の方入って、ぐるーって見て、うわーっつってやつずっとあれ、あれは何なんですか多分、けどジャグラー売ってて、まあ、はいあの、ゴーゴーランプ、ピカって、ゴーゴーランプ光った大当たりなんですよ。はいはいはい。そのタイミングで、メダルつきたんじゃないですか。<laughs> <laughs> それで行ったり来たりするんですかだから落ちてたら、落ちててじゃあ、あかんねんけど、そ、そういう時あの、探す人おんねんな。<あ>落ちてるメダルで回す人おんねん。ハイエナじゃないけど、その。いや、ハイエナじゃなくて、あの、なんかあ大当たりって確定なってあ、結局その後一回回して7揃えない,いかんねん。で、その一回回すだけのメダルがないと。で、はいはい、ありがねもない。で、借りる人もおらん。<laughs> こういう時どうしようと思ったら、やっぱ床に落ちるメダル探すねん。<laughs> 意外とみんなが落とすねん、メダルって。 で、それ絶対使ったらあかんねんけど、それをなんか集めて回したりする人。多分その人、おそらくその、まず、まずオーシャンで当たっちゃって、で、オーシャンのメダル落ちてるんか見たけど、1枚も落ちてない。ないと。じゃあちょっと一回店出て、前の店のメダルも調べとこうってって、落ちてないからもう、回されへんやんけもう捨てるしないんか。だって一応言うてもらうと、え、約300枚出るんで、まあ、計算すると6000になりますからね。はいはいはい。6000円を捨てて買えることなかなかできないでしょ。 それで、イライラしながらウルショ、うるしょ、うるしょしてたんか。いや、そうですよ、きっと。頼れる人もおらんみたいな。怖いっすね。い,すねいや、怖いよ。だって昔僕、大学時代に、なんか、大当たり確定じゃなかったんけど、はい。えっと、オスバンジョっていうすごいね、爆発台があってね、昔。まあまあ、漫画のね、有名な、うん。か今から17年ぐらい前なんですけどね。ほい、うん、で、あの、バトル、対決開始の画面で、はい。あの、 こう腕組んでる男の人がおって座ってて、はい、俺の横やってんで「うん、んああ!」っつって帰ってってお<う>えっと思って見たらメダルなんかなかってんな<う>でなんで置いて帰んねんと思ってでそこを何回もいろんな人たちが通り過ぎてさ「うん、えこれ対決開始で止まってるけどこれなんで誰も打たへんの?」つって<う>で30分ぐらい放置されてて<う>で勇気ある女性が座って「あもう座ったれ」みたいな感じで今 <laughs> 3回転で当たってさ <laughs> <う>それ6万円ぐらいになってたからな おすごいうん。だから、すごほんまにだから、もう残り1000円とかの場合は逆に回さん方がいいね。そのわかる。でも、まあはは。ギャルさん、わかるよね。めっちゃわかるちょうど金ゼロなるんやったら回さん方がいい。だってもう当たりのタイミングで金なくなってたら、もうこんな地獄ないから。まあまあ、そういうことやねんな。そういうこと、そういうこと。一回だけ。うん。 本当の最後の1000円のラスト1玉で、うん。パチンコのガロ当てたことあって、おお<う>すごいソワソワして、隣とかにも誰も人いなくて、うん。すごいソワソワしてたら、店員さんが5玉くれました。あ、そう。そんなあんのいや、ほんまあかんねんけど、あの優しい店員さんあのくれたりするわ。へぇ。かす、うん、んで返してくださいみたいな感じで、その、出てきたら、そっから、 うん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 いったん貸すよみたいな感じねほっこりする話ですねいやパチ屋やからほっこりせえへんねんああまあそうかそうかなんかほっこりする話やな思っそうかそうか抜きつ抜かれつやから元がそうかそうですそうです爆弾抜かれてるわけやもんないやそうですよ結果負けてるからね絶対トータルで全然ほっこりせえへんわいやせえへんせえへんなるほどねわかりました私そういうのありましたえまあちょっといい時間ですけど僕 あの,あのじゃじゃ、すぐ終わる話を、じゃ二つ。あ,あ、どうぞ。はい。あの、僕、スポーツタイプでね。はい。スポーツタイプの自転車でね。そうですね、いつも。<laughs> ビュンビュン、あ、僕がという、僕がというか、その。あ,あ、他の人がですか。はい、うんうん。スポーツタイプでビュンビュン飛ばして、ああチャリ乗るやつ大っ嫌いなんですよ、僕。おおるね。めちゃくちゃし,、ね、しかもそれが歩道やったりすんねんな。それは危ないね。そのさ、車道飛ばすんやったらわかるやん。 うん、まあまあ、まあまだね。あの、むち嫌やねんな。で、そういう,う,いうやつ、やっぱさ、抜いていくねん。もう危ない。あのさ、自転車の運転で結構やっぱ、ね、気を張ってやらなあかん。いや、まあそうよ、危ない。ほんまに危ない。僕がこの37年間生きてきてね、一回も自転車事故起こしてないわけですよ、よ僕。<ー>それなぜかというと、僕は危機管理能力で常に生活してると。自転車、はい、だからもう、あこれ絶対抜かしたら大変なことになるなとか思った時どんだけ前の人が遅くても、 はい、その人がちょっとフラフラとかしてた場合、あ、う絶対無理に抜かしたらあかん。はい。の考えなんですね。まあ素晴らしいじゃないですか。この間ね、僕が、僕はあの歩道を走るときはゆっくりちゃんと走るんですね。はいで。走ってたらね、後ろからもうむっちゃすごい速度でさ、スポーツタイプのやつ来て。ああ<ー>。えっと、ウーバー背負ってたんかな。はいはいはい。でアップねえと思ってューンつって。うん。 あいつ考え、頭悪いなーと思ったその後ろまたさ、連続でさ、違うやつがビューンって行ってん、スポーツタイプ。ふざけんな、お前ら。人いっぱい歩いてるやろ、と思って。はあ、そしたらさ、あの、2回目に行ったやつの方が、スピード速かって。はあ、で、その、えっと、最初に行ったウーバーのやつも気づいてへん、ね、後ろからまた速いの来てんの。そいつがさ、はあ、その、そのウーバーの前にい行って。はあ 行こうとしたタイミングでさ、降臨がさ、ウーバーの前輪に引っかかってん、ガチャンって。おおおおおそしたらさ、スポーンってさ、ウーバーのやつをチャリ持って行きよって。ウーバーのやつだけ、その場で置いてきぶりになって、ペダーンって地面落ちてん。もう、事故やん、ただの。うん。えでーつって。そウーバーのリックセンター、チームをついえいでーってそいつ、 ちょっと気づかんと走ってったから、そのまんま。ざま <laughs> ー。ざまーというか、まあまあそうやな。二人とも気をつけないかんとこやからな。めちゃくちゃ気分良かった、俺。え、でも、ま、前のやつはノーダメージなんですか前のやつノーダメージ。へぇー。そいつもすぐ止めて。すごいよな。1台くっついてる状態でちょっと走ってたからな。<laughs> で、キキーそいつ止まって、あ、すいませんつって。<laughs> 嬉しくてさ。俺、あの、プリン買ったからね、コンビニで。それでプリン買うのはまあ。380円のプリン。ちょっとええの買ってますよ。はい、うまかったっす。プリンアラモードみたいなやつね。あ、そうっす。私ね、デザート詳しいですよ。デザート詳しいですよ。あと食われへんやんけ。食われへん分、よう見るんすよ。セブンイレブンとかこんな食えたらいいなと思って見るんすよ。色合いがいいじゃないですか。ピンクとかの。 まあね、喫茶店であでかいの食ってみたいけどね。はい、まあ、たぼまあ、な食べないんですけど。<laughs> でもなんかパ,パ,フェとかパフェとか見るの好きなんですよ。いやわ、わかるわかる。それこそ目で食べるってやつね。あ、そう、僕そう。歯間です、歯間、あしかはちゃうんか。い,いかんち,ちゃうやんけよ。したいとやることしかんって言う。<笑><笑>あ、そうそう。くそやろ。<laughs> 言葉覚えろ、アホ。<laughs> ね あの、キモカツで近々なんか、はい、あの、キモカツナンバーワン決定戦みたいなのがあるらしいですね。<laughs> <お>でかいポスター、出ろ出ろでかいポスターが貼ってたんですよ。K1 グランプリよ。接客レベル、接客レベルをもう、その大会でも見るし、店のトータルのポイントも出して、 足して、全国1位の肝活を決めますよつって。K1 グランプリも何も、本名は肝活ちゃうか。そうや。そうや、そうや、そうや。違いますよ。本名肝活ちゃうかでも、なんとか、なんとかグランプリみたいなのやんねん。まあまあ、そういう感じね。来たる3月とかなんかそうなんで、ウォーって貼ってあって。賞金総額。すごいぞ、だってあの大手やから。4000万。ええ。あ、賞金総額か。総額。でも、すごいよ。 一人がもらえるんじゃなくって、4000万円で。バーンって書いてて。で、その横にね、相当のポイントって書いてて。<laughs> はい <laughs> 何で、どういうことと思って。そキモカツグループだけで使える割引とかできるポイントうん。お、くれるらしいで、ね。優勝したら。<laughs> 舐めすぎじゃない <laughs> え、金額は 4000万円相当のポイント,イントいやあれだってポイントって弁当買う時しか使われへんからねいやでも一生食いっぱぐれないんじゃないですか4000万円分のポイントあ一生肝活食いたないわでもそれあれやでスタッフに配るわけやからね言ったらいやじゃあスタッフまかない食えるやん別に、うん、食えんねん <laughs> で多分スタッフは思ってると思う別に一生食いたいと思ってへん 思ってへんしな,、うん、かんない体に悪いもん絶対 <laughs> 俺なんかここでなんかちょっと嫌やったな,な<ん>多分で<に>大会出たら優勝は絶対するんですよ僕はっきり言って <laughs> いやいや,いやまあまあさもっとすごい人おるよそりいろいろいやそのさいろいろマニュアルができるじゃないんだよそん、ね、僕はそのね自分の町でね培われたあのノーマスクのね鬼人たちを相手にしてるんですから僕は <laughs> そんな、急にテストでそんな基人のテストこうへんやろな、だもん。いや、もう、基人をみんなの幸せにして帰らせてるわけですよ、<き>僕の接客は。まあまあまあ。たい<体>。じゃ、今度、優勝してもらって、そのポイントでえるだけ買って、あの、6人で話とかも呼んでパーティーとかできるじゃないですか。でも、4000万分ってどん、<laughs> <laughs> <laughs> あの、総額やから、あと、<laughs> まあまあ、そうそうか。一人が。ただ、あれ、むちゃくちゃでかい会場でやんで、あの、 5六百600入る会場でやるから、俺絶対無理やわ、あの、3月多分三3月やったら、もう一回見てくるわ、ちょっと。この時期にそんなとこでやるのあ、ほんまや、あかんやん。さすが、さすが王手、さすが。いや、分からん、分からん、中心の可能性は全然ある。なんで、そらね、だからそれもあるから。声も出すわけもんな、みんなで声出したりする当たり前ですよ、多分本番はノーマスクでしょ、絶対、舞台上は。 舞台中はそうやろうな。そう,ですね、うん。でか会場やと思うんでね。え、笑顔とか見なあかんから。そうやで。あ、<laughs> そっか。あとなんか最近、キモカツのツイッターが調子乗ってるね。あ、公式ツイッターっすか <laughs> はい。え、こえっ、ー、とな、なんかわ、笑ってはいけない、<笑>,笑ってはいけないキモカツトーク募集しますみたいな。<laughs> め,めちゃくちゃ持ってるじゃないですか。 うちょちょ、ででも、ばれたら嫌やん。こいつ、誰やねんになって、調べられてさ、どこどこ店のおのかってなったら、最悪やん。そうやなで、それ見たけどさ、あのやっぱクレームみたいな、むっちゃ書かれててままあそうでしょんな、やっぱちょっとビビってて、あんま変身してなくてさ、その公式な公式が。ほいで、なんか軽いやつだけ、ご愁傷様ですとか。 なんかいや、えっと、しかもこれだなんかライブもしてたよなんか Twitter ライブ <laughs> もうやめてくれマジでほんまに恥ずかしいわであのトーク募集は別に賞をもらえるとかではないんだたら募集してるだけなん、うん、だからそんな送らんとこうと思うなあそうかそうやな、うん、なんかおもろいあれやった別に俺の名前で送ったりしたら客ってことでよいやいやでもアカウントは俺やからさ ああ、そういうことか。そうそう、もう、もう、ゲームイバレちゃうから、あかん、あかん、あと思って。多分、一瞬でクビにされるから、全部調べられてる。で、このラジオ、このラジオ、バンです。もう終わりですよ。このラジオもバンされるんで、下手したら。大きな力で消されるから。うちの店長、一応、もっと、あの、本社の人やったんでね。はい。じゃあ、危ないな。え、という感じでございましてね。さあ、ちょっと、長々と喋りすぎてしまいましたけどもね。はい。こちらやっていきましょうよ。 はい。もう、6週目に入るんかな。そうですね。まあ、ちょっと手法を変えまして。変えながやっております。ね、じゃあ、いきましょう。はい、タロさん、いつもの言っちゃって。はい、切り抜き〇〇クイズ。よいしょ。さあ<手>さあ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 。ね。あの、電気代がね。あ,あなんかツイートしてましたね。<laughs> いきなり倍になったんですよ。なんかだん、あれ、エアコンも新しくしたのに。 はい。同じぐらいしか使ってへんのにね。これで、それツイートしたら、5秒ぐらいに同じツイートめっちゃ参加しててね。<laughs> 今月なんでこんな高いね、みたいな。おーお、そうか。やっぱあるんやろうな。この時多分この時期になんかかましてきよるんやろうな。そうなんちゃうやっぱ暖房を使うから、それに便乗してちょっとなんかわからん。腹<ら>、腹立つわ。今月1万いったからな、結局。<っ>あの、 あと,ガスとし、ガスと足してね。ああ、そうかそうか、ガス足してるもんな。あそうだね。あ、うん、あ、そうでもそれでも考えるら7800円やからさ、電気代,代,代高いね。高いね。いったいった。先月3000円やったからわ。わからんけどさ、暖房って1時間、なんぼ 10, 10円とかなんかな、表記してる。電気屋じゃないらしいね電気屋とかでみんな10.9円とか。結局、外気と使ってる温度の差で電力変わるっていう、<ー>めっちゃせこい。曖昧なんやってきよんねあ、そうなの だから外が寒ければ寒いほど。お<ー><の>高なるっぽい。調べたのね。寒ければ寒いほど使うしの。そうやね。気色悪い。<laughs> さあ、ということでございましてね。はい、切り抜きまるまるクイズということでございましてね。はい。はい。まあ、えー、日々ね。えー、我々はもう書物を読み漁り。はい。えー、テレビを見まくり。はい。まあ、言ってしまうと、まあ、多趣味です。 ずんずんぽいぽいと言えば知らないことがない。はい、そうですね。ね趣味ですね、我々は。もう芸能人の名前言ってもらったらすぐ誕生日も言えます、はっきり言って。はい。ね。林家ペーパー夫妻はもういりません。我々がそれ全部やっちゃいます。<laughs> ね。<laughs> まあ、そうですね。知らないもの,い、ね、のそのくらいもの知ってる。ね。はい。太郎さんでも、嗜っていう言葉知ってますからね、もう発表してました <laughs> いや。そうですよ、僕は。官、はい、なんて皆さん知らないでしょう。<laughs> 多分、はい。ね。 だからもう、今んとこそのクイズでも負け知らずということでございますしね。えー、まあまあ、ほぼほぼね、なんか、向こうの方々がなんか何ごご、ごちゃつけて。まあ、ごちゃついてますわな、わっってて完全に。ね、言ってる。まあ僕らも正解っちゃ正解してると思うんで、なんかね、その辺のあれが難しいんですけど、せん <laughs>、まあ常に僕ら高い位置からあなたたち見てますよ。ここまで来いよと。はい、ね。高みをね。ね。ええ はい、日々の晴れりやということで、はい、じゃあね、あの行きたいと思うんですけど、ね、あ、そうやそうやそうやじゃないんだよ、君。にんつって, <laughs> って、バット出して。にん <laughs> ってね。ボーイね。ボーイ,ボーイは不良,不良漫画として、ね、どどどう一応あれ、神様の生まれ変わりですからね。日々の晴れりや一応、神様の生まれ変わり。あそうそう一応、子供、え、まあ、まあまあ、えかも、その辺は。ごめんなさい。あ、いきます。<laughs> えっとね。でも過去最多に実はクイズいただいておりまして。要するにあすあのオールジャンル、えー、いろんな映画でもいい、漫画でもいい、アニメでもいい、何でもいいんで、その、えっ、ーえー、と、作品の、えー、ごく一部を問題にして、はい、何の作品か僕らが当てるという、はいえー、非常に簡単な、シンプルなね、コーナーになっておりますんで、ね。はい。さあ、早速一つ目いきましょう。一つ目というか一問目。やりましょう楽しみです。 えー、先週のコーナーメールで、うん、バックトゥーザ・フューチャーでも正解じゃないかはい、はい、とのことですが、うん、貴様らがどの映画見てるか見てないかなんて知らんわ、ハゲ。<laughs> とのことです。不正解です。<laughs> それ送ってくださった方は、ん <laughs> 嘩,嘩ラジオネーム、パン食べたいなーさんです。これはクイズじゃなくて、先週僕らがなんか、いや、これバックトゥーザ・フューチャー正解。そう、えー、先週問題、あの、このパン食べたいなーさんがね、ねっうん、送っていただいた、うん 目的地に行って帰ってくるだけの、車に乗って目的地に行って帰ってくるだけの映画だけども、すごいなんか壮絶なみたいな、みたいな問題で、その作品は何でしょうかって、これ映画ですと。切り抜き映画クイズで送っていただきまして。で正解は、何やったっけあれや、マッドマックスだったんですね。ところが太郎さんがね、バックトゥザフューチャーじゃないのかという。 答えを出しまして、バック・トゥ・ザ・フューチャーも目的地まで車で行って、デロリアンでね、問題が行って帰ってくるだけなのに、めっちゃ面白い映画は何でしょうそうそうそう、バック・トゥ・ザ・フューチャーも過去に行って、現代に戻ってくるだけの映画なんで、それでめちゃくちゃおもろい。 であのこれはもうバック・ザ・フューチャーが正解ですと僕らはこうね、あの文句を言って、で、文句あるんやったら送ってきてくださいという文句が今、一通目で来てます。<laughs> はい。貴様らがどの映画見てるか見てないかなんか知らんわ、ハゲって。ロ <laughs> さん、よタロさん、ハゲって言われてますよ。<laughs> まあ、ボグスターね、ボグスター、ハゲ担当なんで、タロさん、ずんずんボイボのハゲ担当です。はい やらせていただいてますんで。ハゲト、ハゲと虫歯担当でやってますね僕。怪物やん。で、ザオノくんは脇が担当で。あ、違う違う違う、パソコン。いや、じゃパソコンちゃうやん。これパソコン担当。パソコン全然、別に一番古いやん。全然、ボイボイの。デスクトップ担当。ただの、唯一ただのパソコンやん、0円の。なんか、契約したらもらえるあレノボ。レノボ。 片落ちのレノボ持ってます。ガオちゃんと一緒で喜んでレノボ、レノボっつって。ガオちゃんはなんか、使ってへんのにレノボ持って舞台来たからな、ライブに。来てた。なんで、いつ使うのって使えへんな。レノボもらったから、っつって。レノボ見せに来ただけやって、ガオちゃん。あ、ほな、あったガオで、俺もレノボやで。お野さんもレノボなんですから、見に行っていいですかって。見に行くんな、っつって。レノボ見せ合うもんちゃうねん、っつってね。そうやな。レノボ見せ合うもんちゃうな。 でも今、むちゃくちゃ CM でやってるから、実は結構すごいね。そう、なんか今、レノボすごいらしいね。なんかね、あの時は。いやいや、あの時も別にすごかったね。ピン切りらしいっすよね。別にすごいとかでもないと思うけど。まあ、グレードがいろいろあるらしいですね。いじりやすい名前っていうね。ウィンドウズとかね、アップルいじっても思わないんで、やっぱレノボいじらないとね。レノボっていうね。はい。ただ単純に。はい。えパンタベさん、まあ言わせていただきます。え申し訳ございませんでした。 我々は謝ることができる芸人で一応売ってるんでね。すいません。喧嘩もできるし、謝れるというね。あかっこいい。ザ人間ですから、我々は。ザ人間。はい。魔人間みたいな言い方しましたね。まあ、魔人間ですけどね。はい。はい。ということでございました。お願いします。すいません。あんた皆さんありがとうございました。ありがとうございます。さあ、気を取り直して、問題行きましょう。はい、当てますよ。はい、普通。普通で行きました。こちらがね、1問目になります。 はい。そうですね。さっきのは1クレームということでね。まあ、クレームもお待ちしてますんでね。どしどし送ってください。さあ行きましょう。2問目。はい。メガネの主人公とその仲間たちが女装が趣味の担任教師の下で笑いあり、時には涙ありの活劇を繰り広げるドタバタ学園コメディアニメといえばヒント ヒント送ってくれてます。嬉しいです。はい、ヒントそうですね。担任は2人います。メガネそしてヒント2。主人公は基本的に3人組という感じでね。<ん>で、送ってくださった方、他県からジオネーム、ババゲロさんです。あ、ババゲロさん、ありがとうございます。メ、メガネの主人公とその仲間。女装が趣味の担任教師女装が趣味女装が趣味ノンストップ、ひばりくん ノンストップ、ひばりくん、どんなやったかノンストップ、ひばりくんノンストップ、ひばりくんノンストップ、と、と、ひばりくんトゥ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 ああ、そんなやったようわでも、ひばりくんが助走する子やから生徒のほうでした、ごめんなさいそうですね、そうですねはいドタバタ学園コメディアニメです、しかもアニメですずっこけ三人組いや、俺も思ってんけどいや、でも、わからんよな あれてる、うんいやあれアニメなってるあの子供向けのやつでたぶ女装が趣味の担任ってやばないいや多分それ子供用のアニメでは多分やったらあかん、ね、なやってないと思うこれギャルさん知ってるこれ分かりましたよ自分やった時あ普通に聞いただけで分かったはいんやその顔 <laughs> す,すごいドヤ顔で <laughs> 分かりましたってそんな 嫌なドヤ顔やったな。わ <laughs> <の> <laughs> からん。人、人殺す前のドヤ顔やった。わ、うん、かりましたよ。チェックメイトの顔でされたね、<laughs> <laughs> ちなみに子供向けです。<お>えー、女装じゃ女装もじゃそんなエロいとかじゃなくて、んか結構笑える女装ってことか。そうっすね。え、わかる古い古いです。古いですけど、別に今も。 ありますねえちょっと待ってちょっと人人ちょっと正座しちゃったごめんちょっと待てよ本気出すかな眼鏡の主人公でしょまあこれ多分ドラえもんやねんなおそらくそうね,そうねでも主人公は基本的に3人組なんやん 担任2人って副担任制ってことそうやね。担任2人っていうのはどうなんですかね自分もよくわかんなかったですけど。あここはじゃあ気にせんでいい感じか。いや、結構重要です。そのなえか、え担任が副担任かどうかはわかんないですけど、先生が2人いるっていうのは重要です。ほん, <laughs> ほんまに主人公ってメガネメガネです。えぇ、ーえー、担,担任2人 これ、さん、どっちかドラえもんって答えようぜ。<れ>そうするか。めちゃくちゃいい問題ですね。これ,これいい問題はい。担任二人の漫画なんか GTO の鬼塚先生と冬月あずさしかないんじゃないの<笑><笑>おい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 、あるんじゃないのそれ。<laughs> ねえ。で基本的に3鬼塚女装するシーンあるするする。うん。おい。多分ある。で、基本的にほら、主人公3人組ってあの。 あの学園、教頭が3人おるから、キングギドラって呼ばれて,て <laughs> 主人公ちゃうやん、教頭は教。教頭が3人おる、キングギドラって呼ばれて、全員、全員、兄弟者。それ,それ、ほんまにさ、それ、正解やったらいい問題すぎるやろ、マジで。<laughs> 兄弟者乗って、車もクラウン、マーク2、チェイサーって上から見たら全部わからん兄弟者乗ってるっていうボケがあって。<laughs> トヨタの兄弟者乗ってて、キングギドラが。 <laughs> 主人公ちゃうねんそれだから <laughs> 主人公ちゃうからな <laughs> そうやねんえギャルさんこれほんまに3人組、はい、そうそこそこやねん本当に3人組です、えー、あじゃあ、ええはわ俺ドラえもんでいくわわかりましたあぼじゃあ僕コナンでいっていいですかコナンいやいや俺それも思っていいよちちちコ,ナンコナンちゃうかなコナン4人やって今子供女の子とゲンタと なんかスネ夫みたいなお俺やん。あれで三人でショ。俺らこの名前知ら知らずすぎるよ。女の子とスネ夫みたいなやつ。ゲンタゲンタだけわかんない。ゲンタだけ覚えてんね。あいつだけあいつだけ体の作りマーベルやから。あのそう。スネスネ夫みたいなやつあれだ誰ね。三つ彦。あれ誰やって。あ三つ彦。三つ彦か。で女の子はハイバラさん。ああああみちゃん。あゆみちゃんあいみちゃんか。コンピューター宇宙のあゆみちゃんか。えじゃ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 じ あ,そあの年が、年がら年中カーディガンじゃないやん。やめてくれ。いや <laughs> <laughs> <laughs>、えー、俺はドラえもんでいくわ、とりあえず。えぇ、コナンじゃないえぇ、ー、3人でしょえ、じゃあ、ほんまにずっこげさ人組いいっすかじゃあ、アニメもやってたやったしたいな。行こう。はい、それで行きます。当てたいから。浦安鉄筋家族の可能性は <laughs> ないかいや、ドタバタ。 学園コメディじゃないあと眼鏡かけてないかそうかよしじゃあそれでいこうドラえもんとじゃあずっこく三人組でいこうはいじゃあギャルさん正解お願いしますと忍ああ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 先生ね。うわ、これ当てれたやん。あこれ当てれたきり丸としんべ きり丸としんべ冷えた八方斎。そう。あ第三共演丸。第三共演丸。そうか。甘、甘子、甘子聡兵衛。甘子、作者ね。甘子聡兵衛さん。勇気100%、勇気100%。ジャニーズ。くそ。これいけたな。トキオ。トキオ 時ょね、解けやね、確かね。歌ね。そ,っ,ねそっか、担任二人俺は土井先生と、えっと、もう一人誰やったっけえー、あの人。あの、ヒゲのな。そう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 。誰や、あれヒゲの人。ハ井トリ先生でしょ。ハート先生。うわあこれ当てれたわ。くのこいち、くのいちの子むちゃ好きやってん、俺。くのいちの三人、くのいちも三人組やったやん。むちゃ好きやってん、美人、ね。 やっぱり美人やったなぁ。乱太郎はさ、笑える、その、忍び漫画やけどさ、アニメかな。バジリスクはちょっと笑えへん。ああ、笑えない、笑えない。俺、あれ見てもちょっと気持ち悪くなってやめてんけど。永遠殺し合いするからな。無限殺法みたいな、ちょっとなんか怖いやつ出すぎてさ。いや、えぐいよ、あれ。結局はあの二人の愛の話というか、なんかな、結ばれ変なんか変な。敵対してる里同士が好きになってしまうというね。 バジリスクめっちゃ笑われへんかってんけど。バジリスクか答え。これバジリスクやな。キャラクこれバジリスクでいい大丈夫忍たま乱太郎ですね。<laughs> ああ、そうか。そか。無理なんかやっぱ。土井先生と山田先生でしょあ山田先生か。山田先生がヒゲ, <laughs> ヒゲの人やったんか。はい、助走する人です、ね。助走するのが山田先生か。はい、むちゃくちゃ下手な助走な、はい。服部先生って。 これちょっとギャルさんにもちょっと問題があるから料理の人ちゃうん服部先生服部理一専門学校いやいはるいはるその人や服部先生そっかまあまあじゃあ我々の不正解でいいですよこれは負けていいさこれはちょっと当てれたからさやなこれは負けやこれババールさんあっぱれでございましたあっぱれえ ありがとうございました。これは負けです。久しぶりに負けた。なあ、初初負け下手したら <laughs>。下手したらね。下手してなかったら十八回負けぐらいやけど、うん、下手したら初負け。まあ、初負け。うん、タフタ<あ>タフがタフガイでの時も怪しかったけど、まあまあ、あれはまあ、しゃあないか。いや、あれ負けてんねん、完全に。<laughs> タフうん。 タフは外伝読まへんねんね普通 <laughs> そうやなタフはタフで終わっとくねん <laughs> タフ自体も怪しい人多いからなそうマラシュっていう技が出てきた時点でも読むやめてん俺はなんか手チンコなってねその「<laughs> えマラ?」とかいうあのボケがあるねん <laughs> <laughs> まあなん,かなんか毒とか入れてる手刀やねんけどんこのマラシをくらいっつってえっマラってチンコ出てくるの俺あの時でもう読むんやそれめっちゃおもろい違う違うと思ってねさあさあさあえ続いていきましょうはい行きましょう次当てましょう切り抜き漫画クイズ漫画ですよ漫画やねん送ってくださった方ケンカラジオネームフェラチオオルゴールさんありがとうございます共和国に住む おまたさんに会いに行くため、<ん>またずれそうというアパートに住んでいる、岡間<は>のスーザン小雪たちと一緒に、ティンカス航空の飛行機で、玉筋国際空港に行く漫画。え、え、えこ、こんなんないんこれ何言ってるの俺分かったよ。<laughs> え何これこんなんあんの俺分かったよ。この人がボケてるだけじゃない。いや、俺分かった。ほんまにうん、これクレヨンちゃんですね。 えで正解っすか、はい、すげえ,え僕ねこれ。ボケじゃないんや。いや、僕は多分ね、スーザン小雪ってあれプロレスラー違うニューハーフですね。ニュなんかでか,でかい人よね。はい、玄武。本名は玄武岩尾っていうゴリゴリの人っすね。俺、か。 俺、これだけなんか知ってたス。スーザン小雪の名前だけなんか多分ね、おたまたま知ってた。え何これ<元>え、映画元,元,元グリーンベレーらしいです。元グリーンベレーか。めっ,めっちゃ強いよな。<laughs> え、映画の話これ。漫画よね。漫画,漫画です。漫画で、ね、この話はちなみに俺知らんわ、えー。まあ、スーザン小雪で分かったんや。うん。え、あごめん。クレヨンしんちゃんよね。はい。クレヨンしんちゃん。 あ、なんかね、ちゃうねん。その後、この、もろだしっていうので、なんかね、こういう言葉好きやねん。ああ、はいはいはい。なんか、くざくざログマとかえ、マグロザクザクやね、後ろから呼んだら。あんはいはいはい,、はい、い。なんかちょっとそういう名前の料理出したりとかしてる回をたまたま見てて。うん、まあでもそういう系やん。ティンカス、ティンカス空港ってまさに航空ってそういうね。 これはもうあれかな変な話、最後の方やったんかななんちゃうん。亡くなる前とかそうでもなく。いや、多分、またずれそうに住むのが、多分、なんか家に問題が起きて、一旦アパートに行く変があるんですよね。クレヨンしんちゃんに。うん。あった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 はい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 。あの時のキャラだと思いますあ。あったあったの、家、あの、あったあった。俺、それ覚えてるわ。 あったわ。そのアパー,ーの名前が。はいはいはいまたずれそう。あったあった一瞬だけいいよちょっと。あ、向けるみたいなあったっすよね。なあった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 。ったったっお、よっしゃきたきたきた。あまあじゃあ当てれたじゃないですか。当てました。ね、ええ、ちなみに、ね、太郎さん何だと思ってました？いやもうほんまにフェラチオさんがボケて自分の漫画を書いてきてると思って。ああ<ー>。<laughs> なんか、フェラチオ沈黙器とかそういうことかなとか思ってて、本当になんか自分の、漫画でしたとか言って。いや、フェラチオさんはでも今までは実は破綻はしてないから、ね。まあそうか。破綻してへんから。破綻してはらへんねん全くわからんかったっ素晴らしい。確かにスーザン小雪、そうか。絶対知らんやん。<laughs> そうや今の何今の。確かにスーザン小雪って何今の。何の確かにな <laughs> え何ですかその顔。 歌舞伎歌舞伎ロック歌舞伎ロックス。違う違う違う。絶対ちゃうやん。スーファミリアあったよな,かなか。あった、スーファミリアか。かか絵はもうちょっと RP。RPG でね。いやもう絶対、もう俺が知らんし、もう無理やわ、ごめん, <laughs>、うん。絶対広がらん。ごめん、ごめん。さあ、ということでございましてね。<laughs> はい、タイに戻しましたよ。はい。ね、ということでございまして、ね。じゃ次も当てましょう。このまんまま当てましょう、うん。ほんまに当てていくから、もうマジで。 ね。はい、えー、フェラチ・オール・ゴールさん、あ,ありがとうございました。ありがとうございます。そうか。まあ、よかったよかった。続いていきましょう。はい。イギリス出身のメンバー3人と、イギリス。インド出身で、ピアノも担当するボーカリスト1人で構成され、オペラを取り入れるなど、幅広いジャンルの楽曲を制作するバンドとは、これ、切り抜きバンドクイズですね。ヒント1。は、ま、い、あ。ヒント1個しかないです。洋楽でなんすよね。 何度も日本で CM ソングになってます。ええええええタロー、これ、いけるやろ。まあまあ、そうですね。僕は、自称ロックキッズを4年ほど歌ってましたから。<laughs> これこれえ、ちょっと待って、イン、はい。これ、ヒント2もあるんですけど。はい、ヒント2もある。じゃあ、ルさん言ってもらっていい結構、あ、答え。あ、オッケーオッケー。もうちょい頑張ってみて。てみてこれ、でも、インド出身が1人入ってるっていうのがむっちゃでかない。そうやね、うん インド出身あれあの、何言ったっけあれゼブラヘッドって一人何人やったあれは、あれ一応アメリカ人やけど、その血がアラブというか、あっちの。あ,あ、そっか,か、そっか。いう系で、一応アメリカの人。で、多分日本の CM ソングにはゼブラヘッドはならんと思うから。あ、ほんまならんか。はい。最高最高お最高お最高は違うのか。あれ、ならんやろあれ。あれ、ならんか。CM で、<laughs> なるわけないよ、ゼブラヘッド。 <laughs> <laughs> いやなってほしいけどな。気持ち的にはなってほしいけど。ちょっと待てよ。何度も日本で CM ソングになってるやんな。そ、そこやねん。これ、ジャーニーとかかちょっと古い系のあれかな、うん、じゃあ。ジャーニー、ボーカー、あ、ほら。インド出身のボーカリストやろえ、ジャーニー、なんか、あの人、インドインドではないか、ーボーカル。そういうので言うと、でも、 システムオーバーダウンとかおるけど絶対ちゃうもんな。絶対違うよ。<laughs> 絶対違うしな。オペラ取り入れる。あれはコ、コールドプレイはコールドプレイでいれば、でも全然関係ない、ね。うん、そうてかインドっていうので行った方がいいな。そう、でも、ボーカルがいい。ジャーニーは何回も使われてるで。そうだね。うん。いや、だ合計4人ってことですよね、ギャルさん、これ。 そうですね。イギリスが、そうやねウィンザーはちゃうもんなインド出身。実はインド出身やったみたいなことなんかなみんなイギリスっぽいけど。あ,あと、ピアノ、ピアノたあ、ピアノ担当やって。え、<っ>毎回ピアノ弾いてるってこと、ギャルさん。毎回かは、ちょっとわかんないですね。結構ピアノ弾いてるピアノのイメージが強い曲はあります。 ジャーニーピアノ弾かへんな。ごめん。そもそも4人組かもわからんわ。うん。どう,そうやね、そうやね。ちょっと。えっと、とちなみにギャルさんむちゃくちゃ大御所っすか、この人ら大御所ですそうなんゃうそうやろね、そうやろね。y、うん、u, u 2とか、意外に。2> うん、u 2ね。2> u 2とか。俺でも。 何度も日本で CM ソングなってるとこクイーン、クイーンちゃうかなと思うわ。ああ、クイーンはあるかも。もしかしたら。ピアノ弾くもんね。弾けるもんで、確か。うん。オペラ。俺、俺、俺、クイーンで行くわ。クイーンあるな。クイーンほんまにあるわ。クイーンほんまにある。で、じゃ太郎さんじゃあ、なんかほら。俺じゃあ一旦クイーンで攻めるからさ。もう、あとは多分、日本で CM ソングなりまくってる。うん。 バンドを行くしかない。で、でも日本で多分 CM なるってことはもうかなりのレベルの人らやから。それこそビートルズとかさ。そうやな。まあビートルズは俺あの映画見てるから絶対インドは好きないけど。絶対イギリスよ。絶対イギリスやもんね。うん、ビートルズとか、えっとああ、アバとかそういう系よな。ア、うん、まあアバちょっと。アバはまあ、まあ、夫婦やからね。夫婦やったし。ね。うん。アバは違うな。まあでもアバも CM なってるな。 アバっていう芸人さんいたような。そんなのおらんか。あ、僕の同期でね。<laughs> あ、いや,一,や一瞬だけ一瞬だけいました。いやからんもう十二三年前の記憶で覚えてないけどなんか,言んんか。いますいます。アバって言いました。あの <laughs>、ま、山山城くんの,一番のコンビニ。あ、山城さんか。<laughs> うん、山城さんか。そうかそう。えーとえーと,、えー、とクイーンアバそういの。まあ多分クイーンやろうな。ね。うん。まあ太郎さん最後じゃなんか一個別にボケてもいいですし。<laughs> <laughs> 一バンド言ってもらっても全然いいですよ。ピ、ピストロオペラ。え芸人っすかごめんなさい。一やめときます。はいやめてくださいよ、ほんまに。はい。ててました。バンドで言ってください、絶対。はい。すいません。はい。じゃあ、太郎さん答えたらもういきます。はい。待ってくださいね。はい。何度も日本の10秒ください。はい。もうガチで考えてもいい。当てにいかないかも、う協力プレイヤーから、これは。はい。 クイーンっぽいのを言いたいねんな。イギリスの。な。オペラも取り入れて。イギリスの。いや、もう CM ソングで固定して,ていいと思うけどね。絶対違うんやけど、CM も使われてるから、オアシス、まあ、イギリスやねんけどな。などね、イギリスだねど多分俺らが知らんだけどもしかしたら。いいんじゃないか。オアシスはね、CM すごいもんね。うん、いや、そのクラスやと思うね じゃあ、えー、ギャルさん、正解お願いします。クイーンです。おお !2 問当てたすごいちなみにヒント2が、2> はい。うん。そのボーカルはゲイとしても有名で、あ、じゃあ、あ<ー>まあ、もう,もう答えやなイズでで死んししまいましたはいたはい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 。はいあ、そう。あ、それね。クラッシュースミダが、いいふらしてるもんな。<laughs> いや別にあいつの言いふらしても多分2人ぐらいにしか広まらんから大丈夫 <laughs> あいつが在学中にあのクイーンのフレディ・マーキュリーやったっけうんうゲイだっていうネタしてたその作家のオーラさんがもうそういう嫌なこと言うなって言われてました <laughs> ダメだして <laughs> あとモーガン・フリーマンにやられるっていうのずっと言ったら <laughs> <laughs> もうええねんあいつあいつ確か東京でもやってたでモーガン・フリーマンどうとか <laughs> えい10年間モーガン・フリーマン言うてるわ。<laughs> アナルアなルなんとか剣っていう謎の憲法そう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 。あんな、なも、ももが見たら怒るで、ほんま。<laughs> いや、そう、怒もそう <laughs>、うん。楽なネタはダメですって言われるで。<laughs> <laughs> <laughs> うん。そっか、確かに、フレディ・マーキュリーちょっとインドっぽいか顔。そうやね。ちょっと、そういう中東というか、そういう系か。あと、弟が僕、クイーン、あの、好きやったんで、 弟がアルバムとか買ったんですよああ確かピアノ弾いてるシーンのやつなんかあった気がすんねんな。そうやね。なんかわかる。なんか。あれ、ママって言うとはピアノやったっけあ,あ、有名なやつね。まさにそうなんじゃない結構な。なんか映画の一部シーンでそんなピ弟が死ぬほど聞かしてきたからさ。うん<ー>。うん。そんな弟も,も今な、<や>もうこの世にはおらへんから。いや、います。え ふ府中府中ってこの世ですよ。あれ、府中って明快じゃないですか <laughs> そうそう明快で府中この世ですよ。そうなんですか<僕><あ>はい、この前め、免許更新で行ったからあの、の府中ありました。宇中まだありました。<laughs> そうなんですまだありました。全然。危ない危ない。府中ありました。全然大丈夫です、そっかそっか。じゃあ弟、弟健在なんかよかったよかった。<laughs> <laughs> 明らかに、明らかに山が近かったですけど。<laughs> <laughs> ちなみにこれ送ってくださった方、どなたですかババゲロさんです。あ、ババゲロさん。ありがとうございます。ってことは、ババゲロさん、あ、そっか、1問目は俺がやられたから、忍たまで。なんとか取り返した感じね。よし、ババゲロさん、ありがとうございました。ありがとうございます。よし。よし、当てれましたね、すごい。あ、これじゃあ忍たまいよいよ悔しかったね。忍たま。いや、忍たまはいけた。俺なんか持ってたからね、漫画。ああ、忍たま俺も見とったもんな、あと、その、あまこそ、あまこ、 宋兵衛、え、え、甘あ甘子宋兵べやったっけ名前。作者の方。なんか、そんなじゃなくて。その方が、あの、忍たま乱太郎はって次書いた、義足ハムコっていうのも俺持ってたからね。それは知らないです。太った女の人が主人公やね。あの、しんべヱみたいな。あの、<し>義足<賊>義足やね。いや、忍じゃないよ。忍忍ってワンピースですよね。 はい、あの、太った人。だ、出しちゃダメじゃないですか、ワンピースの話。カルしルシダメ。あ、そうですね。ブカンドリシノブいや、神取忍、な、謎のヌード出したやつな、昔。名裁服着て、あの、上半身裸で、あの、葉っぱで乳首台隠れてるっていうね。あの人、世界一綺麗な金髪っすよね。いや、他にもおるわ、絶対。ザジおるやろ。ザジおるやろ。長くて綺麗なザジおるやろ。z a そうか、顔に引っ張られるわ。うん。 はい、ということでございました。はい、<laughs> はい、えー、じゃ、続いての問題行きましょう。はい。あ、結構来た。<laughs> 読みます。どうしたんですか。ザ・オノヨ、あ、うん。あなたが本当に、映画ベストキッドを愛しているか、どうなのか。<お>私からの挑戦を受けてもらいたい。これは、あなた用のやつですね。ダルコジ、かっこ、だるまこじき太郎。 あ僕は前回つけたやつですね。だるま小じ。だるま小時です、太郎さんこ。こんなもん大問題やで。はい、あ、座ってる小じ期です。はい。だる <laughs> 小じは分からないかもしれないが、なんとかザ・オノに負けじと回答してもらいたい。だ太郎さんも助けてくれ、まあまあ。あの、何回かちっちゃい頃に金曜労働省とかに見てるから。えー、送ってくださった方は、<う>ケンカラジオネーム JP さん。来ましたよ、はい、JP ですよ。やりましょうよ。 JP ってあのあれっすよ、松本さんのものまねされる方ですよね。違う,違う違う、ワイドなしョめちゃくちゃおもろかったです。<laughs> あれ、あれ、引いたーだ、俺、おもろすぎて引いてもうたわあれ。原口さんもおもろいし <laughs> いやあれ、エグかったな。あれ、めっちゃおもろかったわ。うん、いや、俺、あの回まだ録画まだ残してもおもろすぎてちょ、イアップロードしてくれよ、あれ。<laughs> いや、まあ、あ YouTube に俺それ見るから、イ法アップロードしてくれや私、新地来たら見れ置いてるんで見れるの。ちょ、おい、楽頼むわやっといてくれ。はい、すいません。 はい。ということで、問題が3問来てます <laughs>。はい。えーっと、じゃあ行きましょう。え、1問目。はい。宮城さんが主人公ダニエルへと課した修行とはあ、そ、掃除とかじゃないですかそう、車、車磨きじゃないですかみたいな、こう、なんか、掃除の動きをなんか。これでしょ車磨きでしょで車磨きでしょじゃないんですかこれは僕でも知ってます。これ1問ずつ行きますか、ギャルさん。はい。そうしましょう,う,しょうか。 あちなみに、あえっと、問題まだちょっと読まないですけど、あと 2,、えっと、あと2問あるんですけど、はい、え下にもコ,コ,、えー、コメントあります、えー。ダルコジは1問でも正解すれば素晴らしい。<laughs> ザ・オノの場合は、こんな何のひねりもない問題だと全問正解なんて浅め前だと思うので、うん、サクッとリスナーたちに正解を披露しちゃってください。と、うん、いうことで。おぉ。ダルコジとオノく君え、じゃダルコジあなたです。<laughs> ああ<ー>、そうね、えー。ダルマコジキです。ああ、そう。 はい、だるい、だるい古事記でお野くんじゃないのあ、だるい古事記やったら俺かなええな何やねん、古事記って、二人とも古事記って。うん。<laughs> えっと、じゃあ、やるさん、一問目は、えー、車掃除ですね。そうっす、じゃないですか俺もう映画で見たことあるんやけど、違うんか一応ヒントもあるんですけど。はい。はい。<っ>全てる <laughs> 全4種類。全4種類あ、全部言うのえ、それ1個でよくないっすかそら。 それだって、もうそれやったら問題何個あんねんって話やん。はい。それはちょっと JP さん。いくらモノマネうまいからって、それはちょっとね、うん。<laughs> 船の上で立つやつとかもあったよね。船の上で立つやつもあったよね、ギャルさん。<laughs> 生えとるやつはあれは修行じゃないの。えっと、ヒントはその全4種。で、特別なトレーニング器具は必要なく、誰の家であっても基本的には 再現可能な修行内容です。掃除,掃除なんじゃないの全4種答えなあかんってことですかそうですね。あ、4種類答えあるってことはい。あ、えっと、一<え>あの、回答が4つ、4個あります、答えが。あ、この1問目に対してはい。まあ、1個はいいでしょ、そんな。<laughs> ね。ギャルさん、あの、車掃除でしょ車の窓拭きでしょ ありましたこれは。これはありますね。車や。あじゃあ、じゃあ正解じゃないですか。と、と、あと他はえー、船、<laughs> 小舟の上で立つ修行なかったでしたっけあ,、うん、あれは修行に入らんの書いてないです。え、あれ修行でしょほんで、揺らされて落ち、落ちたでしょハイトリ、ハエトリは違う。ベスギってじゃないっけエトリは宮,宮城さんがやっててる。 ああ、そうか。修行じゃないんか。でも一応、太郎さん言ってた掃除。はい。もう一応床磨きが。あ床磨きのね、なんかそんなシーンがあったね。<laughs> そんなんありました <laughs> いや、いやか当てた気がするぐらいやけど、<laughs> 俺はちょっとよく覚えてへんやけど、なんか。え、あと二つもあんのあと二つありますね。小舟のやつは何やったんあれ。 あれは、<laughs> わかんないっす。ま、でも日、日全部日常でできるってやつね。<laughs> で、でん、電気交換 <noise> 電球交換 <laughs> えー、違いますね。<laughs> <laughs> そうそう。何もちゃんと見てないんで、<laughs> 見えてないんで。薪、薪割りとかわからんけど。いや、きき薪、薪割りはないな。電気やねん、あの家。 巻きいらんねんまあそうっすね数も書いてないんでとりあえず1個を言えばいいっていうことにしますかしましょうよで,でしょうそうですよそんな <laughs> じゃないじゃないともた太郎さんグ,グる <laughs> ーグルよああ太郎さん,んな太郎さんはいろうさんそれ言,言わんとやってほしかった <laughs> そ,そんな言うから太郎さん <laughs> ああそうか言わんとや言わんとやらな <laughs> 何かいそじゃあいつ,もいつも僕が言わんとやってるみたいじゃないですかいや言わんとやってるでしょいつも <laughs> ほんでほんでグーグリ切れてないだけでしょいつもとりあえず一番目は正解 <laughs> あじゃあ1番目残りなんで,ですか残りがじゃ正解ってことですののあそれは知らないですりあれそうなんや2個同じ感じやったな今なそうっすね あんまや。じゃあ、まあまあ、じゃあもう掃除。小,小舟、小舟で立つやつはそれ,それ知らんかった。ないそれ一番の修行やろ、小,小舟で。それないん,んです、ねうん、まあまあ、いいや。まあとりあえず窓吹きで正解してるん、ね、で、こっちは。はい。はいはい、さあ、問題 2>,、はい、いいえ2問目がえ、次行きましょう。はい。ダニエルに、えー、宮城さんの空手の帯の色を聞かれた際、宮城さんは何と答えたこれは俺はわからんけど、なんかちょっとシャレたことを返してるのかな 帯なんかないよ、みたいなことなんかな。そんな失礼なこと言うんやな、ダニエルさん。<笑><笑>あ、まあ、私なんかまだまだ白帯だよとかいうことかな。俺はこれはちょっと、ほんまにわからへんやいや、太郎さんいいとこ言ってると思うで。なんか宮城さんってそういう人でしょうん。え、宮城さんって収入あるん まあ、盆栽やってるから、盆栽売ってんじゃんああ、そっか。ああ、むちゃくちゃ高く売れるからね。海外で。家、電気も通ってるしな。そうそうそう。えっと、宮城さんの空手のお見を聞かれた際、宮城さんは何と答えた私なんて白帯だよみたいなことなんじゃ。俺はちょっと、ここはほんまに分かんないんですよ。OK、じゃあ太郎さん、じゃそれでいこう。はい。白帯。あとは。まあ、ニュアンスのとこで。あとはベストキッドマスターのおのが答えるから、安心して座っててくれ。 待ち受けもな、みんなに、えってみんなに惹かれる待ち受けにしてるベーストキット。うん、小野くんが待ち受けベーストキットで、俺がなあ、あの、マルコ、待ち受けっていう気持ち悪いコンビでやってますから。いや、そうですよ。ちび <laughs> マルコね。<laughs> ちび、はい、マルコはあんま分からない。僕、じゃあ答えます。はい。体の帯の色は何色なのうん。青だよ。いやー、そういうのは何かあんのかな、俺は。いや、知らん。<laughs> 青帯ぐらいがちょうどええかなと思って。3級ぐらいですよね、確か。ヒントあったんですけど。あヒント言ってください空手は決して帯の色ではなく、丸と丸なんだっていう穴虫食いです。帯と、さっきのボケただけなんで、僕も太郎さんも。今から答えるんでえ。帯は決して色ではない。丸々と。 <laughs> あ、帯は決して、え、じゃゃじゃか決して色ではない。帯の色ではなく、丸と丸なんだ。何色ですかいや、色のことは言うてへんと思う。謙虚にしておごらずみたいなことでしょ、じゃあ答え。じゃゃじゃ今虫こ、虫食を今、埋めたりだけでしょはい、丸と丸。はいうん 決してよ、えー、と、空手は帯の色ではない。丸と丸なんだ。太郎さん。愛と正義みたいなこと。まあそういうことやな。そうっす。答え方としてはそういうこと、えー。えー、心と体。僕はいきます。惜しいっすね。正解は。はい。頭と心。 体体ってだから頭のことっ勘弁してくださいよ。まあまあまあ、そうやね。議たいですよ、真偽体。真偽体や。真偽体や。だから、いですよ、頭って。だからそれ多分、あれやねえっと、日本語訳したら頭になってるだけであって。はい。本当はボディって言ってんねああ、そうやね。日本語訳の人が間で入るから、あれ。そうそうそう。え、役者の意味合いが。ありそうですね。スピリット、スピリスピリスピリット、スピリット、スピリット、ん。 パッと森田さんはきっと。あの人ね。宮城さんのね、本名。パッと森田さん。ということで、これは正解ですね、ギャルさん。まあ、そうですね。ほら、三角に限りなく近い丸からえていええ、まあまあ、丸は丸。どんな、人の薄めで見たら丸やから。そうそうそう。ねえ、パンクした車だってね、最初見た時丸やけど、走り出した三角なんもんね。 そう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 、ねうん、そういうことですよ。でこべこして。<laughs> まあ体っつってるから体やからね。体は一,体の一部。体当たり前じゃないですか。<laughs> 審議たいですよ。ね。審議頭なんか聞いたことあらへん。そんな政治家やん。やめてくれ。ね。<laughs> あまあなあ、頭。まあ、政治もあそうやな。ヘッドとは絶対言ってないもん。うん、ヘッドスピリッツ。絶対言ってない。ボディスピリッツ。絶対そう。ね。ボディソウル。ね。ボディソウルさんや。<あ>覚えててくれ。北新地でバーやってるけど、こういう状況下で大丈夫かな <laughs> 知ってる人しか分からん先輩やからやめてくれ。<laughs> な大変やな、まあ。あの人は頭ええから、なんかうまいことしてね。ねあ、じゃああの人の話いい、ね、ええねええねさあ、最終問題というか、その、えーはい、この JP からの挑戦、はいえーさ。最後の問題。はい。宮城さんは、ダニエルへ。ちょ、こダニエルへっていう言い方嫌ないんで、俺、ダニエルもダニエルさんへの、俺の中では。まあ、そう、まあずっと言ってますね。うん、宮城さんは、ダニエルさんへ。<laughs> 空手は何を守るために使い。 何を守るために使うべきではないと説いた。まあ、何を守るはもうあれやあの人、人とかじゃないの、うん、そういうこと。だから愛する人やろ。愛する人。愛する,をる,愛するものを守るために使い。自分のよくあ,あ、自分を守るためじゃない。そう。使うべきではない。ね、そうやね。誰か,誰かを守るために使い。自分を守るために使うべきではない。どうですか ギャルさん近いでしょこれもヒント言ってくれていいです、全然。空手、はい、は〇〇や〇〇を守るために使うものだ。〇〇の〇〇を守るために使っても意味はない。ちょっと長いなうーん。ちょっともうなんか考えるの嫌になってきたな、ちょっと。ちょっと長いな。〇〇をちょっと長いな。なんて〇〇を 〇〇。まるや〇〇を守るために使うものですね。ま空手はえー、か家族や友人。で、もう一つ、〇〇の〇〇を守ることには意味ないらしいです。使う。何々の何々を守る。何々の何々っていう一つのものです。自分の愛するもの。 ちゃちゃちゃちえっと、それ。ニュアンスはそんな感じですよね。意味として。それが守るべきものではないやつね。ではないやつ。そうだよね。うんえー、何何の何々。えー、だから、えー、えー、自分、自分の保身を守るために使,使うべきではない。ない自分の保身。で、はい、はい。えっ、ー、と、何を守るか、えー えかええ家族や、えー、弱い人を守るために使え。ですで。自分の保身を守ることには使うな。使って意味がない,、はい。はい。答えが、はい、空手は名誉や生命を守るために使うものだ。プラスチックのトロフィーを守ることに使っても意味はない。あ あ、じゃあ正解、正解っすね、<laughs> じゃあ。いやまあ、まあ、だって、だってね、だって、え、1個目な、1個目何でしたっけえ名誉え。名誉、名誉と、生命。を守るために使う。だから家族っていうのがあえ、まえ、名誉やし、家族がいることが名誉でしょ <laughs> これで、あの、弱い生きものっていうのが、まあ,あの、生命じゃないですか。<laughs> ねあ、あって、で、次がプラスチックのトロフィー。 そうういことね自分の名誉、自分の名誉ですよね、それだから、プラスチックトロフィーっていうのは、だから、要するに欲しいんじゃないですか。トロフィーを持っておかないと、自らの欲しいがおかしくなってしまう。トロフィーを取らないといけない。だから、これ、だからもう正解やな。怖いな、これは。いい言葉やね。単純に名言ですね、これはね。まだベストキッド俺、語れるわ。よかった、よかった。ね。JP、どんなもんじゃいおお 久々に出したいどんなもんじゃいいいですね。もう。どうですかこれまあ、来週 JP が何言ってくるかはちょっと。うん、あの、クレームをお待ちしてます。はい。いくらでも。その都度俺は、<laughs> 一回日本語訳挟むからな。うん、気ぃつけよ。俺の日本語訳は嫌えぞ。ね。ということでございました。はい。えー、JP さんありがとうございました。ありがとうございます。さあ、えっ、ー、と、もう一問。 ありましてこれがまあラストです。この<あ>今日の,企画のあクです、はい。結構たくさんありがとうございます。本当にありがとうございます。いやもう頭使いまくっててね。はっきり言って。はいはい、耳からね、脳汁が出てます僕今。脳汁出てますね。はい。臭いぞ。さあいきましょう。切り抜き漫画クイズ。はい。漫画きた送。送ってくださった方、ケンカラジオネーム、フェラチオ・オルゴールさんです。フェラチオさんよね、結局ね。包帯まみれの 刀を使って戦う和服を着た男が敵として出てくるんだろこれ引っ掛けでしょ。引っ掛けでしょ。まず、ルロケンを無視しよう。獅子を誠やねん。絶対そうやねん。でもちゃうねそんなん引っかからへんか、こっちは。こっちも長いことやってますから、クイズ。俺はパターンで言うとカラクリサーカスだと思うけど、カラクリサーカスおらんよ。大体まみれおらんよね。これな、まだあるぞ。ワンピースもやぞ。 一斬りかまぞうがそうやわ。ああ。あー <laughs> これ、ちょっと待て。あ,あとは、あれか。あのー、龍馬、霜降り龍馬のゾンビになってる時とかも包帯巻いてるか。これだから、あなるほど。まだ、じゃあ、えっと、とりあえず、流浪犬はやめよう。<laughs> うん、そうや、ね。流浪犬はやめよう。でも、えっと、意外に、実は、こう言って流浪剣にやって、流浪でした、みたいなの持ってこられたらどうしよう。じゃあ、わかったいい。とりあえず、今、上げていこう。 漫画を。はい。まあ、じゃあワンピースル,ルロケンワンピース。ルロケンワンピース。カラクリサーカスっておったあのなんか、後ろと虎とかあの辺。シグルイも。シグルイはでもないんじゃないかな。<笑><笑>あ、そうか、フェラチオおる、おるけど。多分、読んで、読んでへんもんな、多分。うん、うん。えー、っと、バカボンド。 ああ、バカボンドとかそういう系、ね、バカボンド待てよ。でも、バカボンドで<も>包帯。意外に。あ、全然包帯ぐるぐる巻き。あ、でも敵。意外に、そういう刀漫画じゃなくて、実はこっちでしたってやつと思うから、ドラゴンボールとかにおらんかな。刀あ,あられちゃんとかおらんよな。刀って多分矢印しかおらんやん、ドラゴンボール。<laughs> あいつ包帯巻くほど戦わんやん。<laughs> 乱太郎とか出てきてんかな。ないよな。 乱太郎、忍者やから刀のし、侍出てけへんかったんちゃうかな。そんな言い出しは、ナルトとかも出てきそうやしな。ナルトは確かに。いや、でも刀はの仲間やから。ちゃうか、そうか。うん、<ブ>侍は同盟で出てきたから、敵ではおらん。包帯まみれやしな。そうやな。そういうことや。顔もだから包帯で言っとかないと、包帯まみれに入りませんから。そうっすよね。これだからワンピースか、今のとこ。えー、ルロケン。うん。二択やな。 他はもう出てけへんな顔も顔もいってますヒントあ顔もいってるじゃあでしょあれ顔もいってるあれ違うか画,画像を送ってきてくれてるんですけどうん本当に体中に包帯巻いてますね ええー、一個だけいいですか聞いて。はい。アクション漫画ですかアクション漫画です。推理漫画ではないですよね推理ではないと思います。よかった。なんか一回ね、名探偵コナンであのス、スワさんの回があったから。あの、<laughs> なんかけ。剣士のスワさん。あ、はい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 。スワさんあんただよっていうのがあったから。<laughs> はい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 。うん、あれ、でも和服着てなかったな。あれ、スーツやったな。 そっか、アクション漫画やねんな。オッケーオッケー。じゃあもう、行くか、太郎さん、これで。アクション漫画。ワンピースとルロケンで行くか、まあね。いや、俺、意外にルロケンでしたって言うと思う。シンプルに。ルロケン。じゃあ僕は、あの、ワンピース。お願いします。正解、お願いします。結界誌。呼んでないかな。呼んでない。<laughs> え、だって、ロマンシングサガス3の HP 無茶回復する結界跡の話 すわ。ごめんなさい。読んでないから、これもタフ同様、ドローですね。あと別に、ワンピースでも正解やし。あそう、それ言うとそうや別に、16件でも正解やから、そのさ、なんつうの。まあ、ええか、ここは。まあ、そうですね。まあ、痛み分け、痛み分けということでね。痛み分けで、これは頼ます、ほんまに。すいません。 ねえっとはい結界紙でもそんなにたら今の呪術回戦とかもいっぱい出てくるんちゃう包帯和服なのほんまやこれえのこれ結界してこいつ出てたはんらしいですこれ獅子おまことやんほんまやこれ獅子おまことでええやんもういや獅子おまことでええやんこれおまことやんどう見てもハロウィ多分好きやったんやろ 和付組やったんかなあ、そうなんかななんか大沢先生は和月組やったからなんか一応パロディーみたいなああそうなんやうんしてるみたいよ一応敬意を表して、えー、あ作者の名前田辺イエローって言うんやイエローかイエローくんちょっとあのまあちょっと飲み飲みに行こう <laughs> <laughs> これでも獅子王これもまあ 三角正解でいいじゃないですか。まあ、獅子誠にそっくりやったからね、今。ね、うん。まあまあ、うん、そこでも、まあ、戦えるよ、こっちは。はい。だって、そうって、ヒントがだってそうやんその別にね、うん。これ、みんながさ、俺らのこの言い訳、イラつき出してさ、<laughs> <laughs> もう送らんとここいつらダるすぎるわ。<laughs> <laughs> ごめんなさい、それはな。なったらなったら面白いですどね <laughs>、ま マジでこいつら負け認めへんなって言い方がそうやん、この獅子でも言い方やからその。まあだから太郎さんが言いたいのは、この漫画でしかないでしょっていう問題にしてくださいってことでしょそうですよ。太郎さんが言うのは、引っ掛けいらないってことでしょ引っ掛けじゃないですよ、こっちは。まあ何より、まあ結果意思見てへん俺らが悪い人悪い。まあ悪い、悪いことじゃないから、別に。 じゃあ、えっと、もう一度一番最初に送られてきたクレーム読みますね。はい。パンタベさんの。貴様らがどの映画見てるか見てないかなんて知らんはハゲ。我々がどの漫画見てるか見てないから知らんはハゲということで。とね、我々はえハゲです <laughs>。ということでございましてね。えー、<laughs> フェラチオルゴールさんありがとうございました。<laughs> ハゲが、ハゲが見事に、えー、今回ですね、我々ハゲが、えー、結構、 まあ、まあ、ベストキッドも、<ぼ>もうほぼ正解なんで、ベストキッドもね。クイーンも当ててるし、えー、クレヨンしんちゃんも当ててるから、あ、でも、それでもあれやわ。えー、あ、じゃか勝ったってことか勝った、今日勝った、今週は勝った。勝 <laughs> った勝った勝った。勝ったわ。勝てば正義やから。我々が正義だ。<laughs> よし。よし。まだ挑戦させてくださいよ。ええ。じゃあ皆さん、これからも、 あの、お待ちしておりますんでね。はい。あ、ちなみに、クレームも全然 OK ですからね。はい。あの、我々でね、やっぱ成長したいんですよ。<laughs> はい。人間として。<laughs> そう、だから。このままだと我々社会に出れないからね。<laughs> はい。よろしくお願いします。はい、我々が真人間になるように、皆さん育成してください。お願いします。お願いします。ね、ということでございました。はい、以上、はい、切り抜き〇〇クイズのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。 ケンカラジオではコーナーメールを募集していますアドレスはケンカラジオアットマーク Gmail.com ケンカラジオアットマーク Gmail.com 来週も切り取りまるクイズです何かの一部分を切り取ってまるなまるという問題のジャンルがわかるお題とその答えを募集します切り取った部分の簡単な説明があるとありがたいですケンカラジオは基本的に月曜日に収録しているので先日の日曜日中に送っていただけると助かります皆様のメールお待ちしています 切り抜き漫画クイズお漫画ですねいいですよ超簡単な問題ですはい毎回倒した相手が次の冒険で仲間になりなおかつ死んだ人たちがその冒険の最後に 全員復活している漫画ってなーんだ <laughs> はい。まあ、死んだと思った仲間の方がいいですかね。あ、死んだと思ったか、死んでないんか、そうか。まあ、結果的に死んでないんですからね。はい。死んだと思ったか。絶対あ私、ドラゴンボールかなとか思ったけど、死んでるもんな、ドラゴンはちゃんと展開みたいに言ってるもんな。はい。 あれ死んだやろうって言ったのに出てくるんや。そうそうそう。いや、あれで生きてんのみたいな。ああ<ー>。最初、大の大冒険かと思ったんですけどね。ええ。出て毎回っていうのね。アバン先生がさ、倒した仲間になる倒に。倒した敵が毎回仲間になるんです。しかも、さらにヒントで言いましょうか。しかも、読者人気投票で、 敵やったやつが1位取ったりなんかしてます。<laughs> 敵が仲間になった後、人気投票で1位取ったりなんかしてます。筋肉マン。あ、でも世代ですね。その世代ですね。いいとこ言ってますね。あ、わか、分かったかもしれないです。はい、多分当たるやろうな。はい。あ、分かった。どうぞ。分かった。じゃあギャルさんから。あの、 ずっとまっすぐ歩く人たちですか。あ<ー>あー、そうやね。ね俺も俺もそう思った。そう思った。そう思った。はい。わかりました。じゃあじゃ二人同時にじゃ二人同時に答えてください。はい。せーの。男塾。男塾 <laughs> 素晴らしい。ね。えー、ちなみに一位取ったのは伊達宏人です。 そうだよね、伊達大海と1位取ってたね <laughs> はいまあ実際一番かっこよかったからな、ねね、2, 年2年生かな二年生っっけそう1個上で2年生ですあのもまあ桃もかっこいいんですけど <laughs> 伊達大海とはのあのひるんでる姿一回も見せへんかって <laughs> はいかっこよかった伊達大海とま、前剣桃太郎に負けた時だけやねん <laughs> それ以外はもう <laughs> マジで、強すぎて思んなかったから。伊達大海とは良かったよ、うん。シートキャラみたいな。あとね、明石豪二もかっこよかったね。明石豪二ね。そうそう、明石豪二、伊達大海と、あの辺はかっこよかった。あ、じゃあ伊達大海とあれか。同い年か。明石豪二が一個上。明石豪二が一個上。あ、そっか。一個上は思ってた。うん、伊達大海とはちょっとなんか、はぐれ、はぐれ一年生みたいな感じだったと思う。あ、そうか。うん、2年は明石豪二先輩だけやと、あとあの、代理の江戸川さんだけやな。代理の江戸川ね。む <laughs> っちゃでかいあの、ゴリラみたいなやつ。<laughs> うん、でもそんなでかい人でも初期の初期出てきた大五院ジャギのでかさには勝てないでしょうだってあの富樫のお,にお,お兄さんの足踏み潰されたからな <laughs> 大合員ジャギに大男がさ6人ぐらい瓶ビ,ビール持ってたよな最初 <laughs> お,そお詐欺しますって言ってほんで <laughs> 大五院ジャギねあのあれ店長五輪大舞台で最後ねあの最後の旋風章って技使ったら肉変になるからね。大ジャギ <laughs> オリンポスと戦って。明石豪二とか、ダンテ大海とか、名前わかるやん、そミオ、うんうん、ジン、大号院邪気っていうのは、その、通称あれは、って何だわ。いや、あれ、大号院邪気です <laughs> い。そんなやつおらん,ん。いおんねん、おんねん、おんね,んおんねんマジで。大五院、大号院くん大、大号大号院くんやね。ちなみに、その、えっ、ー、と、パワープロやっててね、はい、パ,パワープロの、えっ、ー、と、はい、その、せ えっと、選手の名前呼んでくれね多分田中って入れたらさ、うん、田中とか、実況でも、はい、田中、打ちましたみたいな、はい、まあ、それ田中っていう選手おるからさ、そういっぱい用意されてるやん。もちろんね。大豪員っていう名前もおったわ。<laughs> あ、マジでうんファ。ファンやったんかなあ,あ、まあ、そういうパロディ的なことなのかな、な分からんけど。で、後に,大,に大,大豪傑ってやつが出てきたで。 いや、それはもう <laughs>、うん。完全にあの、第五位邪気やったわ、<laughs> 見た目。そうだね。<laughs> じゃあ、じゃあ、もう絶対、なんかな人大、大豪傑。大豪傑。うん。聖釈者に好きな人がおる。<laughs> ね。ということでございました。はい、さあ、はい、こちらを読んでいきましょう。喧嘩ラジオメールのお時間でございまーす、はい。ありがとうございます、いつも。本当にいつもメールありがとうございます。2>, 2通です。 いや、でもコーナー、コーナーたくさんいるんで。はい、だからもう全然そんなそんなもう本当にり実はかなりの時間使ってますんで、ここまでね。そうです、そうなんですよ、実はね。ちょうどね、うまいことバランスが取れてるという。皆さんありがとうございます。ありがとうございます、本当に皆さん。では早速行きましょう。はい。ババゲロです。あ、ババゲロさんやなんかさ、鈴木福が初のキスシーンに挑戦したらしいです。へ何歳 のでも十八とかそんなそんななるあそういやでもまあまあまあ、えー、もう行くんやキスツいなえー、そうか続けますはいはあこいつさ絶対チンピクしてますよね <laughs> どう思いますか太郎さん質問、はい、小野さんキモカツバイトに髪型など容姿の規定はありますか<ー>というふうに来ておりますね。 17歳です。17歳。チンピクするやろ、絶対。<laughs> まあ。ね相手にもよるけど。いや、17って沈批するか。絶対するよ。いや、と、てか別に、俺多分今でもするで。<laughs> え、なんかそういうもんじゃない興奮せえへんのいや、まあ、するっちゃするわな。うん。そうか、そういうもし、そういう仕事が来た時にな、もしなんかわからんけど。 ピックしてまうかもなねえ絶対するやろうな。そういう仕事来ないです、タロさん、僕ら。何はい、大丈夫ですなな。なんやと思ってるんですか、自分らのこと。<laughs> いけてる漫才師かと思ってました。いや、違う違う僕らあれですよ。いけて,てる若手漫才師かと思ってました違いす、僕ら、バフンの一個上ですよ。<laughs> バフンの一個上か。<laughs> はい。でも、受けんのはバフンの方が受けんねやろ。バフンの方が受けます。最悪じゃないですか、じゃあ。バフン、僕ら。 でそっから5000位ぐらい上にバフンウニがありますからね、はい、あそうですかはいそういうことですよゴーリュウジゴーリュウジ大鋼はどれぐらいですかあいつは僕らよりでも20個ぐらい上です <laughs> はいあんなロマサガのツイートしてるはいまあただバフンの下もいっぱいいますよああそうなんですねはいおやフェスティバルさんとかいやいやいや <laughs> あんま喋ったことないけど <laughs> そうやね <laughs> え、はい。そうです。えっと。あ、チンピあちんピかします。はい。ちんぷくしてるでしょう。17個。お答えうん。いや、俺、ちょっとそれみたいな。どんなことキスシーンするのかな。ああ、まあまあ、そう。相手は誰なのとかね。うん。えっと、質問、キモカツバイト、髪型、用紙。朝は厳しいから。ないです。あ、ないんや、岩井に。そんなんやってたら人入ってけへんもん。 ああ、まあ、そうか。東京とかそうよな。俺、ほら、働いた時バンドマンおったやんか、二人。うま一人、まあ、名前言っちゃう、もう解散しちゃったんやけど、バージンクラブバンドのね。そうそう松井さんは、あれやで。あの、ボスボスのアフロみたいなのてたからね。そうか、そうか。で、あの、帽子かぶられへんからさ、店の。ぶっち引きちぎって、サイズのやつ。だ毎回来るたびに一個帽子潰してたもん。ほんで、無理やりかぶるっていう。確かに、東京は、あの、来て緩いんちゃう、確かに。 ただ、そうじゃないとバイトこうへんもんな。だって女性はみんな髪長い人もおるからさ、言うたら束ねて、その、まあ言うたらネット被るから。まあまあ、そうやね。一回ネット被ってから帽子被るから、うん、よっぽどのことない限り、だピアスあ、ピアスつけてる人もおったな。まあ、途中で外せばいいとかなんじゃない、うん、仕事中は外せな仕事中つけてる人もおったで、うち。そういうリーダーやったしな。うん、だ別にそんな、まあ多分最初は言われると思うけど、うん。 結局、キモカツって仕事できる人を評価するから。まあ、そっか、否定は、うん見。見た目とかよりも仕事できればいいから。うん、それだけ。えババゲロさん働くの <laughs> 働くんちゃう <laughs> ババゲロさんってどこの人やろ大阪かな大阪は多分、厳しいんちゃう <laughs> っていうのも、大阪で売り上げ取ってるらしいから、キモカツって。うん、東京ほぼ全店赤字やねんな。 で、大阪がむちゃくちゃ黒字やから、大阪で補填してる感じらしいよ。うん。全部言うたった。あ、ちなみにうちは黒字やと思うけど、うちの店は。ああ、はいはい。まあでも。人件費がほぼかかってないから。うん。えぐすぎるほんま。ね、ということでございました。ババゲロさん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、本日ラストのお命名でございます。はい。行きましょう。県名 コミックボンボン。コミックボンボン、はい。何しか、せやかて、かっこしやかて、最善、うん。異国。異国ね。かっこ動く。関西のね、60代以上の関西人が主にこれらの言葉を使うと思っていたのですが、うん、最近は若い10代、20代の間でもこれらの古い何話言葉を使う人が増えてきているみたいですね。<ー>それはさておき。 私が先日、電車に乗るため、家の近くの駅に向かっていた時の話、うん。はい。土方の休日感あるファッションに身を包んだダルコジほどの年齢の男性。はいはい、ダルマコジキ太郎ですね。<laughs> ああ、確かそうかそうか、私ね。はい。だからまあ、30後半ぐらいね。後半ぐらいなんかな。えー、それ、えー、包んだダルコジほどの年齢の男性、かっこ身長約165センチ、うん。うん。が、シュッとしたサラリーマンに、一方的にイチャモン をつけて絡んでいるのを見かけました。サラリーマンは外回りの途中なのか終始そわそわとしつつ、ダルコジがワーワー言うことに一点一点冷静に反論しておりました。うん、よく見ると、そのサラリーマンはメガネをかけておられたのですが、うん、目が尋常でないくらいパキパキに決まっており、正直ダルコジよりもサラリーマンの方が見ていて怖かったです。<ー>なぜこんな話をするかというと、 街中で絡んでくるような奴は、絶対に自分は喧嘩に発展しても負けないという謎の根性を持っているのだと思います。うん、ですが、そんなのが通用したのは、昭和から平成初期までのことであり、現在もそのようなことをすると、後々痛い目に遭うことを知らないのです。ああ、まあね。先ほどのサラリーマンも、だるこらの絡みが終わった後、どかたとは違う方向へ歩んでいきましたが、うん、しばらくして私が振り返ると、 サラリーマンが猛スピードでダッシュしてダルコジにタックルをかましそのまま馬乗りになり顔面をボコボコに殴っているのが目に入りましたこうういうういう痛い、ね、ういうもちろんそれを見かけた通行人たちからは、うん、やりすぎだと止められて警察と救急車を呼ばれる騒ぎに発展したのは言うまでもありません、うん、そしてサラリーマンはダルコジを殴りながら、うん、お前みたいな底辺のクズが俺の時間を奪った罪を償えなどと怒りの滝をひたすら叫んでおりました、うん、ダルコジ いや、岡崎さん。いや、日雇い労働の帰りにイチャマンをつけてカツアゲしようとした結果、帰、うん、り討ちになってしまって残念でしたね。いや,いや、別に。いや、別僕じゃないっす。踏み潰された金玉は無事ですかいや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 相当な時間股間を必要に踏まれたり蹴り上げられており、相当な時間は悶絶されていましたが。やば。はい。<laughs> 以上。<あ>小野さん、猫先生への質問。 リスナーに試してほしい目から鱗の生活の知恵。<う>知っているのは自分だけであろう雑学。があれば教えてください。どちらでも構いません。はい。ラドコジさんへの質問。はい。死刑は道徳的に正当化されますか <laughs> 簡単に言うと、死刑囚や重犯,犯罪人は自らの命を絶つことをは罪を償うことになるのか という質問です。また、先週の放送で小野さんがおっしゃられていた、自殺は自らの人生からの逃げである。こちらの意見も参考にされた上で、死刑が社会にもたらす犯罪への抑止効果、イメージなども加味したご回答をよろしくお願いします。ちなみにですが、死刑を行うことによって犯罪を減らすといった科学的根拠はございません。PS パワーセックス。はい。 だるこじにはワンピースの好きなキャラとセリフを毎週教えてもらっていましたが3回も続けたところで遠く内容に大した発展もなかったためだるこじを少しでも賢くなるような質問に変えていくこととしました今回からのだるこじへの質問は私が聞いて納得する答えが出るまでは質問を変えず毎週問い続けさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。ラジオネーム JP さん はい。長文多文、失礼いたしました。はい。というふうにね、来ておりますけどもね。はい、うん。まあ、でも、だるこじが少しでも賢くなるような質問をててるけど、太郎さんはね、叱んっていう言葉知ってますからね。はい、あ知ってますよ、えー、僕は。舐めてもらったら困りますよ、本当に。動く知識ですから。そうっすよ。ね、どうな、ね、知識どっち、はい 同ちと言いましょうか、あなたのこと。同ち、はい、はい、はい。動く知識と書いて、同ち、まあ<地>。なんか、まあまあ、はい。いいです。オタクの息子さん、同ちらしいね。いや、なんか、よく、よく、まあ、良くないって言った方が良くないんか。はい。素晴らしいことですから。からこれは、あんま、ば言われへん、あれですね。はい。え、えっ、ー、と、じゃあ、まず質問ね。えー、すごいな、この、まず、ボコボコにするっていう。まあ、ちょっと怖いんでね。まあ、僕はされる側なんで。 問題ないんですが。はい。はい、ね。さあ、えー、リスナーに試してほしい目からうろこの生活知恵。<laughs> そんなもあるか<ー>以前に、以前に言ってるけどね。これは僕とギャルさんやからあれやけど。あの、ほら。ああいう醤油の、ね、あの、なかなか,なか固まった醤油を落とされへんときは、はいはい、卵の殻を砕いて入れて振ったら取れますよとかね。

あの僕、自分でその二口コンロで、あの、魚焼きグリルついたの、コンロ買ってつけてるんで使えるんですけど。あ、いいじゃないですか。魚焼きグリルってね、魚,ね魚だ,けだけじゃないんですよ。てか、魚なんか僕、むしろ焼かないんですよ、グリルで。あ、そう、魚、そうかそうか。あれ何がいいってね、あの、グラタンとかも作れるんですよ、あれで。おグラタン、用意入れて、その容器に、耐熱容器に。もちろん、あの、あれですよ。プラスチックはダメね、溶けるから。 ああ、はいはいはい。あ、でも耐熱やったらいけんのかなわからんけど。いや、さすがに。僕はあの、陶器の、陶器のグラタン用のやつ持ってるんで。で、それやグラタンできますし。はい。あとね、あの、あれです。アルミホイルを網の上に敷いてもうて、やったらね、あの、もうそのまま野菜も焼けるし。おお。うん。グリーン。僕、僕昨日はさつま揚げ焼きましたからね。ちゃんと焦げ目もつきますから。あと焼き鳥も焼けるんですよ。 ああ、はいはい,はい、はい。むちゃくちゃ油いらずやからさ。これやってみてください、まあ、皆さん。いろんな料理できます。楽。はい、あのフライパンでいちいち油ひいてやるとか、あんなんもうめんどくさいんで洗うの。まあでも、魚焼きも結構手入れとかあるんじゃないですかその下水食べるとかなんかあ、ねまあ。あ、まあ僕のやつがあれなんですよ。僕のやつあの水なしで使えるやつなんですよ。あら、そう。だから下に、その受け,、はい、受け止める用のアルミホイルさんひいておけば。はい、<う>はいはいはい。美味しい焼き鳥が焼けるんですわ この間、キノコを焼いてね、水、途中で開けて醤油だけ垂らして、じゅわーって言ってんの食ったよ。はい。焼けのしもーだ熱くて、熱くて焼けのしもーだ、ほんまに。火事的なっとら大丈夫なんですか火事になったら水かけたらええねん。青が、それが、そういう人が多いから火事が起きるんじゃないおい、火消し魂が、ダトレ。大丈夫、大丈夫、あの、 火事には絶対ならへんねあのもねも、もっともっと魚焼き器自体が、棒<ー>っていう火じゃないからね。ねはい、そうそうそう。じんわりなやつなんで。はい、まあやってみてください、皆さん。はい。じゃあ、ギャルさん、雑学行きましょうか。雑学。<laughs> 雑学。雑学知っているのは自分だけであろう。えー、雑学行きますか、ギャルさん <laughs>。あのー、ピンクイルカっているじゃないですか。 あしてるしてるあ,のあれよね、川<に>海あの、川で生き,生きれるやつね。いるんです、いるんです。はあ、で男同士でなんかつ付き合うというか、好き同士になるらしくて。頭いいんで。そういう行為を擬似的に行うらしいんですけど、鼻の穴に入れるらしいです。 ええー、<laughs> それは何もうだから、えそれも、もちろん間違ってるよね。そういう疑似行為をするらしいです。気持ちいいんかなそれはわかんないですけど。だってもうそれ、タモリ、タモリさんが昔言ったギャグやからな。いや、ちょっと僕初めての時ね、どこ入れていいか分かんなくてね、鼻に入れちゃったんだよね。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、タモリさん頭いいから。<laughs> <や> <laughs> 頭いいお使い方違う、ね、あのに、ね、宇宙人が来たらね、イルカで会話するっていう話もありますから、ね、あそうですよ、はいあの。イルカはそうそう、あの頭、ね、いいから、頭いいって言われてるわれみたいな性行為してんのがまだまだ野蛮な証拠なのかもしれないですね、もしかして。いや、そんなことないやろ。ね、頭ええからそういう男同士とかってことなんじゃないですか。でも別にそれなんか生まれたりもしないでしょ まあ、生むということが実は生産性に良くはないとかいろいろ、いろいろな,な構造を計算してそうなってるんじゃないですかわかんないです。そんなことないやろ、種は。だって、<laughs> 種族は増やしていかなあかんや生産性とかその、種族を残すことに生産性は多分言ったらあかんねん、そ増やしすぎてこうなったのは今の地球じゃないですか。<laughs> 物を破壊して。それは道徳の問題じゃないですか。のの人がたくさん増えたからそのスイッチ入れるの次の質問じゃないですか。 あ、そうですね。はい。いやこれはちょっとね、<laughs> ちょっとこれラジオで言うようなことじゃないいや、言うえ言よ言うえよ。じゃあ次。じゃあ、えっ、ー、と、うん、太郎さん。はい。死刑は道徳的に正当化されますか今のスイッチ絶対入れろよ。<laughs> いや、これ。俺は聞いてるから。えだからさ、これは最近そういう、はな、え、ね、これだってさ、ご家族の身からしたら、 そはもうこんなやつ一秒でもこんなところにいてほしくない。この同じ空気吸いたくないっていう人もおるわけやし。ご家族というのはその、たとえばめちゃくちゃされて死んだ、まあ、死刑囚。あまあ、被害者のご家族ね。うん。からしたら、遺族ね。遺族、ね、からしたら、もう一秒でも早く殺してくれっていう人もおるわけや。そらもちろん。うん。こんなやつが同じ空気吸うのも嫌やっていう人もおれば、そんなすぐ殺したら、それは、 あれやってことやそんな、そいつには何の苦しみもないとか、もっと苦しめなあかんとかいろいろあるわけで、ね。うん。これは、どっちがいいのか。まあだから、その昔は国が裁かれへんから、グレン隊とかヤクザがそうやって代わりにやってくれてたとかも言うしね、そういう。ええ、そうなんや。裏家業の人らがこういうの、そういう困ってる人らをやってた。まあそうやって義足とかできてきたとか、ね。代わりにやってくれたり、そういう。 道徳的にっていう、その、ねえ。まあ、いや、ちょっと、こんなラジオで軽々しく言えることじゃないんですけど、なんかね、ちょっと不用意な発言はちょっとできないですけど。<laughs> <laughs> えっと、今、まだあれですよ、何も言ってないですよ。グレンタイのことしか言ってないですよ。<laughs> 義族が、うう義足がずっと殺してたみたいなこと言いますけど、じゃあ義族はそんだけ人から請け負って人殺しまくってて、義族はじゃあ死刑されないんですか死刑されます、義族は。まあ、あの、石川越えもなんかそうですもんね。あ、そうなんですか、ね。最後、最後、釜茹で,であのあ油,油の中入れられて。まあまあ、たださんごめんなさい、もう歴史とかの話にどうでもいいんで。なんでね。ね <laughs> 死刑は道徳的に正当化されるか、されます、されませんだけ言ってもらっていいですか、も 道徳的に正当化されるかされへんかですかはい。じゃあ、そういう質問道徳的に、道徳的に正当化される、その道徳的にっていうか、まあ、正当化は、正当化、でも日本じゃちょっと正当化されにくいんじゃないですか。えー、海外は、海外は多いですけど、もちろんもうすぐ死刑っていうのは多いですけど。うん。まあ、 逆にアメリカとかはあれですよね、すぐ死刑じゃなくて、逆にあの、ずっと懲役何百年にするとか、そういう。終身刑ね。ね、にするとかですけど、ね、日本はそんな道徳的に。まあでも日本はね、あれですもんね、終身刑になっても出てきますもんね、結局は。終身刑は出てけへんよ。無期懲役じゃないあ、まあ無期懲役か。まあ出てこれるし、なんや言うてでも日本は結構出てこれてまうっていうのがあるから、ね、若い、特に若い、 コロヤとさ、若い少年犯罪なんか、ほら、ほら、あ、まあ、これはもうラジオやまあ、ね、いたたましい事件あったやつとか、すぐ出てきたりとか、ね。じゃあ、じゃあ、まあ、太郎さん、まあ、じ、ま、ゃ、あ、もう、あの、死刑反対か賛成かだけでいいです。え、今度ラジオで言っちゃっていいんですかまあ、多分、前回も言ってるで。前回というか、以前にも言ってるんで。はい。その時、俺多分、むちゃ言ってるわ。まあ、まあ、大賛成ですけどね。 ああ、いいんじゃないですか、別に、それは。僕は、それは、個人の意見で。うん。その、これじゃだからもう完全にあれでしょう、<の>遺族側に立ったってことでしょうそうっすよな、うん、あの、ほら、あの、これはもうちょっと、ね、あの、消してほしい、あの、編集で消してほしいですけど、ほら、大分のあの、<laughs> 子供とお母さんが19歳の子にレイプされて、子供は殺されて、女の人もそのまま殺されていう事件の子なんか出てきてるでしょ、すぐ。そうなんや。 そんな許せないじゃないですか。ここはカットであれなんですけど。だもうそういうやつはもう一刻も早く死刑してほしいし。<laughs> カットしてほしいって言って言うっちゃ言うねんな。はい、これもうそうじゃないですか。ギャルさんの仕事が増えただけやんけ。<laughs> うん、まあまあでも,も、ねね。遺族がね、そうじゃないですか。やっぱね。なんかだか完全懲悪ってことでしょ、太郎さん。そう完全懲悪さえ死刑すぐ。あだはい。だまあもう太郎さんはじゃあもう朝4時に起きてね。 おはよう時代劇で暴れん坊将軍見てください。はい、ああ、そういうことです。<laughs> 完全中悪ですから。完全中悪です。気持ちがいいよ。ただ、怖い、うんが、この、はめられた人らもおるって考えたら怖いよな、死刑を。ほんま、冤罪じゃないけどな。それはでもあれじゃないのそれはだから裁判が決めるからさ。まあそうなんだもでも、でも裁判もこう、お金回したらな、いろいろんそんなんでも、言うてでも、しか、まあでも、もう、殺したっていう、その、ちゃんと証拠があればもう、 いいじゃないですか。まあそうですけどね。ねまあそこの裁判のことは我々もどう、とりあえずもう、なる死刑が、あはい、賛成か反対かって言ったら、大賛成。<laughs> 大賛成です、ね、なぜか大をつけたってね、大賛成ということでございましてね。<laughs> 大ですよ。ということでございました。え、ね、はい。さあ、これで JP さんの気持ちにどのように響くのか。またこの質問が来週送られてくるのか。いや、もう、 こんなんおもろくもないし、やめろよ。大丈夫、大丈夫。俺らが、俺らがおもろくしてるから。こんなもん、なんかも、気持ちも、気持ちも、なんか、やば、こんな。この後、ライブやからね。うん。いい新ネタ試しましょう。はい。ということで、ございました。え、JP さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、え、以上で本日の、え、おめえめすべて終了ということで、え、喧嘩ラジオ Z 第157回。2時間ぐらいいっちゃったんじゃないですかいや、結構いってます。 別に早く終わることもできたはずなのに <laughs>、はい、なぜかここの時間の配分ができない我々は <laughs> ねだからパチンコでもね単発で終わって、はい、いやでもさっき350で当たってたから次多分ん100以内に当たるやろうつってまた追加投資しちゃうみたいな、ねああね、僕とギャルさんはねえそんな感じでございますんで、ね、これい今あ大丈夫です あのこ今う、僕、定期的になんかこのおすすめ YouTube が携帯に入ってくるんですけど、うん、今、33秒以内にこれを見たらい、これから毎日いいことが起こる天神波動っていうのが出てきたんで、ちょっと。え、見てんの、今。<laughs> もうえってみみみみ見れみ。見たら落ちちゃうんで、画像が見れない。うん、なん見た、見たあ、33秒、今から俺が喋るから。<laughs> ちょっとやめてくださいよ。天神波動ですよ。分かれへん、分かれへん、そんな 俺、波動圏しか知らんから、ごめん。僕も何か分からんけど、天神波動って書いてるんで。俺、天神祭りしか知らんから。あれ、いいですね。行きましたということでございました。皆さん、ありがとうございました。また来週ね、お会いできる日を楽しみにしております。そうですね、またね、ケンカラジオよろしくお願いします。じゃ夜はライブなんで、今日はこの辺で。以上、ケンカラジオ Z 第157回でした。ありがとうございました。ありがとうございました。冬に。 真冬のケンカラジオ、ありがとうございます。はい。おい、こら。はい。やりました。天地波動ウ。じゃあ、つないねん、ボケ。あ天地波動ウ。はなたれ。じこれ、お前。なよお前。天地波動うるさい言うてね。天地波動みんなで見れるように。お前、こら。おい、言わせてもらうぞ。 巨額の富を得れるって巨感じお前見てるやんけそれ絶対今ええ加減せよこれらしょうもないお前お前そんなお前お前努力もせんとお前波動波動ばっかり言いやがってよお前みんなお前なあみんな努力した上で波動見とんねんなああそうはいはい何やお前昨日シャバゾウさんと二人でお前。G1 部の端の方でコソコソして何してんのかな思ったらお前シャバゾウさんにワンピースの考察話しとったやんけ実際 俺もあれはさすがに止めなあかんと思っていや結局三大大将がやばくてとか言ってそれシャバさんが腕組んで聞いてて「いやシャバさんだめですだめですこんなにつってこんなやつと考察聞いたらだめですこいつ人からの考察なんです」って言ったら「えっ本当太郎先生」って言った時う<そ>。シャバゾウさん <laughs> お前のこと考察を」つけてたんけ。そうシャ <laughs> さんは最近ワンピースにえらいハマってるみたいで今一番おもろい言うてたなで俺,俺の「いいね」とかリツイートとか見てて「太郎先生考察すごいんだろう」って言ってでまあまあ僕独自の考察じゃあ言いましょうかっつって言ってたらザーが邪魔してきて「太郎のいがためです」いやいやキモかったわあれはただシャバドーさんも「おのどっか行け」の感じやって <laughs> もうだから洗脳完了してんねん <laughs> 俺だから離れてくださいって夢中言ったのに俺ら聞きてんだよ太郎先生の考察を <laughs> 俺の日々の「いいね」の効果が出てきた「いいね」と「リツイート」の効果が太郎先生の考察って誰かの YouTube のやつまん、あ、まあ喋ってるだけですよ,でいいよ <laughs> それでもいいんだよ」「それでもいい太郎先生の口から聞きてんだ <laughs> や」やばかったほんまに <laughs> <laughs> その後まあ軽い寝たがあったけどちゃんとシャバゾウさんと俺らだけ滑ったやんけ <laughs> 考察のせいやると考えても <laughs> <ー>考察に引っ張られましたね考察ばっかすなはいすいません <laughs> 自らの考察をしう。誰かの考察を言うな